です。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 これ、どうでしょう。聞こえてますでしょうか。今日はちょっとマイク日本体制で言ってます。ああ、ああ、ああ、あ聞こえてますでしょうか。ああ、ああ、ああ、ああ。です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 。大丈夫ですかね。良好ですね。はい、ありがとうございます。ええー、一郎さん、戦える時が来た。来ましたよ。はい、ええー、と、必ず勝たなきゃいけません。 ひ田、えー、さん、こんにちは。あ、一回画面変えましょうかね。すいません。あの私の顔をお見せしたいと思います。見たいかどうかはまあ別として。はい。いきまーす。どうもでございます。こんにちはでございます。はい。えー、と、そうですひ日田さん、こんにちは。で、えー、本鍵さん、今日、勝たないとダービーで勝った意味がない。その通りはい。勝ちましょう。勝たせましょう。 え、一郎さん、こんにちは。と。はい、こんにちは。メルカトルさん、お疲れ様でございます。準備できました。今、嫁ちゃんのプリケツ映りましたね。はい。えっ、ー、と、続いて、オミクさん、バッチリです。ありがとうございます。えー、星野さきみさん、こんにちは。東京駅、一日間違えて、まだゾンビんです。まじっすか。はい。えっ、ー、と、星野さんのアイコン、変わってますね。水色になってますね。1ヶ月経ちましたね。ありがとうございます。 メンバー失敗うございます。えー、続いて、えー、メール加藤さん、東、あ、そうだ、パブリックビューイングやるんですよね。 はい。前回と監督変わって町なも倒している。まあ、そうですね。絶対満身は許されない。ということで、オミックさん言ってますけども。はい。えっ、ー、と、そうですね。今の、えー、田村雄三さんですね。監督が。えっ、ー、と、GM だったはずです。6月14日に解任、えー、すぐに監督が解任されまして、その後 GM だった田村さんが、えー、監督に就任されて、今の岩木 FC を切り盛りしてる感じですかね。間違いなければ。はい。えー、で、初コメント店さん、こんにちは さあ、ここから一試一試勝利室だ。負けられません。はい。ワンチャン、優勝できる可能性もありますからね。はい、えー、こんな感じで、えい、ー、きたいと思います。えー、と、今日の、あ、あれ変えてね。待ち、忘れてた。あの、サムネは変えたんですけど、えー、スイッチャーの方の画像変えてなかった。こういう、ちょっとね、準備ギリギリになるとね、やり忘れがあるからね。えーと、 少々お待ちくださいね、オープニング。まあ、トークはしましたけど、ちょっと、やっていきましょう。はい。えー、そしたらですね、えー、切り替えていきまーす。はい。えー、今日はですね、こちら、明治安田生命 J2 リーグの第39節、岩き FC 対清水エスパルスの試合ですね。えー、こちら、私、厳空大河がダゾンの試合ですね、映像を変えを見つつ、 なるべくじ、えー、お伝えできるように実況、雑談、生配信やっていきたいと思います。えー、今回もですね、こちら。はい、えーアワーイクアーム、えー、提供いただいてますので、えー、こちらの配信の提供は、ロードさんの提供でお送りいたします。よろしくお願いいたしまーす。はい、えーということでですね、時間も50分になりましたので、はい、あの、こちら、スタメン発表していきましょう。 えーっとですね、ごめんなさいね。画面がわちゃわちゃしてて、まだあれなんですけど。えー、っと、まずは、いわきの、ホーム、いわきのですね、えー、メンバー紹介からいきたいと思います。えースえー、フォーメーションはもうすいません。後ほど、ゾンの方で確認いたします。えー、まずスタメンです、ね。21番ゴールキーパー、高際徹。6番ディフェンダー、宮本英治。4番ディフェンダー、家泉玲。 3番ディフェンダー遠藤良。24番ディフェンダー山下優斗。33番ミッドフィルダー下田義弘。19番ミッドフィルダー岩渕博と、14番ミッドフィルダー山口大樹。11番フォワード有田亮17番フォワード対二村海奈。 18番フォワード、吉沢朱。以上がスタメンのメンバーとなっています。控えですね。1番ゴールキーパー、田中健吾。16番ディフェンダー、河村匠海。35番ディフェンダー、江川元気。20番ミッドフィルダー、長井聡太。25番ミッドフィルダー、羽賀朝日。27番ミッドフィルダー、ネルソン・エンリケ。こちら前節ですね。15節でしたっけ。の時とは違うメンバーですね。7月28日付で。 ポルトガルの SC パライ遠征から期限付き移籍で年内までですね、2023年の12月31日までの期限付き移籍での加入となっております。続いてですね、最後のメンバー1人、10番フォワード、アニマ・コウタロウ。 監監督督は、えー、田村雄三監督となっております、えー、これね順番私事なんですけど準備ほんとギリギリになってしまってですねこのネルソン・エンリケ選手以外はもともと前回の対戦の時にあの所属してたメンバーだったので資料を作りやすかったですありがとうございますありがとうございますよく分かんないですけどマジで時間短縮できた他のチームの時はねどっかで移籍してきたとか情報を全部メモってるんですけどそれをしなくて済んだんでねはい では、えー、寄るんですけど、ホーム大ー戦のチケットあります、おね、決めてほしいっすね、さっさとね。えー、星野さん、えー、と、やっと、こうやが、そう、やっとね、ベンチ入りしましたね、ゴンちゃん元気に復帰したのと一緒に、嬉しい、そう、なんかね、問題ないって言ってましたもんね。えー、はずこめし初戦さんも、1か月、メンバーシップありがとうございます。えっ、ー、と、いわい本格戦、いわき戦ですね、後半戦の成績の有効、どういうことそうなんですよね。タカさん、こんにちは。 今日もよろしくお願いします。タカさんも、はい、えー、メンバーシップ1ヶ月ですね。ありがとうございます。えー、っと、で、お帰り講演。ね、お帰り荒野でございます。え、そしたら、えー、ごめんなさい。ちょっとね、一がなくなってきちゃうので、<laughs> さっさとや,りやっちゃいたいと思います。ためですね。清水のスタメン発表していきたいと思いますので、お付き合いください。よろしくお願いいたします。 Let's together. back !Where we belong?Let's go!She beatsS バ r ク s !Today starting lineup! 背番号57番ゴールキーパーピッチに登録東魂守護神権田修一 背番号70番ディフェンダー天生のポジショニング原輝希背番号4番ディフェンダーハングリーディフェンダー高橋裕二背番号50番ディフェンダー触れない魂鈴木よしの則 背番号2番ディフェンダーサイドから切り裂くコマンダー山原レオン背番号14番ミッドフィルダーパレオも両貸突き進め白崎良平背番号3番ミッドフィルダーオレンジピアニストホーナウド 背番号11番ミッドフィルダー空間を切り裂くドリブラー中山勝博背番号10番ミッドフィルダー全てはゴールのためにカルリーエス・ジュリオ背番号33番フォワード上越のトリックスター乾隆 番号9番フォワードインペラドールシアゴ・サンタナネクストサブスチュード・プレイヤーズ。背番号1番ゴールキーパーゴール前のビッグウォール大久保拓雄 背番号5番ディフェンダー疲れ知らずのディフェンシブアタッカー北爪健吾背番号15番ディフェンダーアグレッシブの鬼岸本武背番号28番ディフェンダー猪突猛進吉田裕 背番号7番ミッドフィルダー華麗な攻撃のコンダクター神谷裕太背番号13番ミッドフィルダー奇跡の才能オレンジの魔法使い宮本浩太背番号45番フォーワード天聖のゴールハンター北川浩也 監督は魂のおたけび秋葉忠博背番号12番共に戦う熱き魂オレンジサポーター共に戦い勝利をこの手に今日も熱い応援ご視聴よろしくお願いいたします はい、ありがとうございます。合わせてオーレイ、おーれい言っていただいて、ありがとうございます。では、えー、スタメン表示させていきたいと思います。はい、えー、こちらですね。えー、アウェイないので、右側に表示してます。えー、57番ゴールキーパーゴンダシューイチ、70番ディフェンダーハラテルキ4番、まあ、ユージですね。50番、ヨシ、えー、レオンですね。で、シラ、ホナウド、中山、勝カ,カルリンス・ジュニオ、犬イ,ヌイタカシ、チアゴ、サンタナのスタメンですね。 はい。で、久々に戻ってきた、えー、45番フォワード、天性のゴールハンター、神、えー、北川公也。えー、期待したいと思います。大さん、こんにちは。こんにちは。大さんってどこの方でしたっけ清水選でしたっけごめんなさい。岩木さんでしたっけえー、っと、そしたらですね、ごめんなさい。ダゾンの映像を早速出さないと、もう始まってると思うんで。 少々黙ります。あ、セロリさん、こんにちは。今日は無視してね終わってほしいですね。うん。なるべくあのう、ー、のゼロでいければ。 えー、あ、ダゾン始まってますね。今、いわきサポーターの方が映像出てます。天気は良さそうですね。こっちめっちゃ雨降ってるんですよね。太平洋側と日本海側でやっぱ違うのかもしれないです。どうなんだろう現地組いるかなただ、ただ、いわきの人たちは半袖長それ半々だな。あ、選手入場ですね。えー、先頭に審判団と、 えー、うちは鈴木よしを先頭に、キャプテンですからね、先頭に入場となってまーす。静岡は暑いんすね。こっちもだいぶ寒くなってきました。半袖だとちょっとね、あれなんですよね。見えた今日はカルトコエの復帰団で2るで。そうですね、どうなんでしょうね。まあ、3ロでも4ロでも、あの、と、あのー、 なんだ、多く得点して、大量得点で勝ってほしいですね。一応、ここに、あ、見えてないな。ちょっと、先週というか、お友達がね、遊びに来て、僕の修行したえお寺がですね、祈祷道場なんですよ。でそこで、いろいろ祈祷してきましたんでね、ちょっとそれにあやかれるようとまあ僕のこともそうですけど、いろいろと。 ね。職務、職務、職務満足。この配信が職務であれば、満足に終われると思うので、今選手は握手してますね。いきたいと思います。今ちりさん、こんにちは。30で、もっと取りましょう。荒野はどうだったんですかねあの、セフンのね、練習での調子が良かったと思う。<laughs> 練習だとめっちゃいいんだけどね、セフン。でも前節はなんか、監督もあれで良さそうな感じで送り込んでたみたいだし、 セーフンの表情も明るかったですからね。はい。えっ、ー、と、いわきのスタメン出ましたね。表示出てます。4141です。高木は宮本、家泉、遠藤、山下のフォーバック。で、ボランチ、ワンボランチ金な。下田で、えーと、右から有田、岩渕、山口、谷村。えー、ワントップが吉井沢という形になっております。4141だね。直さなきゃ。 えー、今日の審判団が池田、池内審,、えー、審判で、副審が田尻さんや、内山さん、第4が酒井さん。どゼロでもいいか,といか、本当本当。かチャいい。あ、すげえ、サポーターめっちゃ来てる、清水の。旗振ってるぞ。清水は、 一緒ですね。4231になってます。えー、ゴンダからハラテルユージ、原照祐二、鈴木吉、山原レオン、白崎と、えー、ホナウドの2ボランチですね。で、えー、右から中山、犬、えー、トップ下、で、カルが左、で、チアゴさんとのワントップ。そう、岩城のキーパーは、そうです、高際です。で、あ、スコア出してなかったね。スコア出しまーす。 こんな感じで、岩木は赤なので赤をモチーフに。で、清水は白、シルバーかながモチーフなので、こういう感じですね。大丈夫ですね。ちゃんと出てますね。はい。えー、とかさん、よろしくお願いします。久しぶりの信楽しみでだねし、あの、エスパルスロスもそうですけども、原空ロス起きてませんでしたか大丈夫でしたかえー、河村先生戦績は、えっ、ー、と、9対、え、九勝1 9位置、9一か 91で清水が勝った。91で勝ったんだっけえ、そんな大きかったっけそっか。さあ、選手がですね、まあ、ピッチに91だったんですね。そんな取ってたんだ。じゃあ、同じぐらい取れん、あ、でもわかん、まあ、そんな満身じゃまあよろしくないので、気を引き締めていきましょう。だって、岩きの選手の方が表情いいもんな。笑顔出てるし。 変に固くならならいことを祈りますすねるだけで安心する確かにそれはそその時と岩城とは全然違いますからね剛さんでいいのかな郷さんかなエンドは右のエンドが清水エスパルス左のエンドが岩城ホーム岩城ですねやっぱ清水の試合だとテンション上がるな実況先制点欲しいっすね 完璧にました。<laughs> すいません。やっぱ、やった方がよかったね。配信ちょこっと、なんか。今、ホイッスルが鳴りました。清水エスプレスのボールからですね。今、乾がタッチしました。ちょっと時間合わせます。サンタナに当てたボールは落とさ、えっ、ー、と、相手に回収されましたね。これであったかなあったね。ありました。えっ、ーと,えー、と、対応したのは、えっ、ー、と、よしかな今の。キックオフ、ありがとうございます。 そう、油断体的です。岩城、あなれないです。田村監督、映ってますね。さあ、前線に出てきたボールは、鈴木よしが対応。ああ、ホナウドのパスがずれた。岩渕がファーストシュート。やっぱね、アイダーくとね、実況のあれが。 感覚がね、おかしいかもしんない。<laughs> 大丈夫かな音大丈夫でそうっすね。一応これは、こっちの上のアンマイクは、後ろに下がった時に声を拾えるように。サンタナに当てたボールはそのまま相手が回収。縦へのフィード、これは鈴木したよレオンが取って、縦。ああタッチライン際取られた。谷村、中入れてきたボール、これはクリアできた。危ない、危ない。 町田、あ、そうか、町田に勝ったんだもんね。セロリさんの言う通り、藤原戦みたいなことあるんで、そう、全くにならないと思う。そうそうそう。ほんとに。お、ナイス、カル。ブロックして、岩木ボールのスローに手前側ですね。メインスタンド側のスローになります。このボール、ルーズのボールは、カルが縦に入れたけど、これはタッチライン割りましたね。え、ね、軽沢戦みたいに序盤で先生と打てると気が楽になる。うんううんうんうん。 そうそう、藤枝で続き、俺にジャックしてる。マジすげえ。おっ通ったか。あーっと、これは中山のところは通らなかった。出足がいン。良さそうな感じですね。危ない打ってきたふわっとしたボールは、そのままゴールライン割って、ゴールキック。ねえ、いわき別チームでしょう。なんか動き軽いっすね。 さあ、えっ、ー、と、スタートしたのは、今、山原がボール持って縦に入れたボール。これは、サンタナに収まらない。けど、カルが、あー、詰めたけど、縦に入れられた。ホナウドが回収。レオンに渡して、縦にレオン入れたけど、それは、サンタナ収まるかあと、ハンドかなオフサイドかオフサイドですね。出だしが慎重しすぎ。どうでしょうね。ちょっとね、岩きの方がリラックスしてんだよな サンタナの表情が硬い、ちょっと。出だしから。あ、日物さん。あの、1ヶ月ありがとうございます。色が、アイコンの色が。あと、ボールが入ってきたけど、これはンダがキャッチ。鈴木よしの対応ですね。体張ってブロックしてましたね。前回記事勝つときは、駅の形。そうですね。前回のときは、すぐに監督だったんですけども、今回は田村監督です。で、秋葉さんも髪の毛伸びてきましたね。坊主にしなきゃ。 え前回対戦みたいにうまく崩していかないと、いや、崩せるかな、メンバーもちょっと変わってますからね。一応、在籍メンバーで組んではいますけど、ほぼ。えっと、クリアボール、これは岩きのところでボールが通ってしまうけど、ホナウドが対応。おっと、大丈夫ね、清水ボールだよ。じゃあ、ね、だよね、だよね。うん、オッケー自分の戦って、試合の入り、よかったんでしたっけあん微妙だったと思う。なんか、あんまり、ガチガチだった。 ああ、メロン時は、まあ悪くはないけど、うーん、うーんって感じだったかな。もうね、一週間以上空いてるとね、わか忘れちゃう。<laughs> さあ、えー、っと、あサンタナにはボールが通らない。うわ、カットされるけど、これは腹テルの対応。ナイスカット。 向こう側、バックスタンド側のタッチラインを割って、岩木ボールのスロインもう始まってます。背番号でも見にくいなこんな見にくかったっけ上がってきたボール、これはファーサイド対応するのは山原ヘディングでクリアして、岩木ボールのスローイン。リグクさんの今日注目選手は誰ですかえーと、清水はやっぱ犬じゃないですか清水だったら。ただ岩木の選手がね、ちょっとあんまりよ、ごめんなさい、わかんないです。 前回とほぼメンバー変わってない。サンタナのところ取った。あーっと、カルガそれを回収。逆サイド振ったボール。これは中山に通るかあ、犬か。うん中山か中山だ。中山。おー、かわした。中山。中山どうする一旦避けて。犬か下。犬のボールをシラーかな。で、もう一回中山。犬に預けて。犬以ろせ。あー、マイナスのボールは合わない。えー、っと、これはハラテルに合わせようとしたのかな。お、もう一回取った。レオン。レオン。 ホナウド中央る、カるカるカるどうするサンタナにお、おっと、これは、あーっとシら、えー、っと、レオンが回収深いところ、一旦下げて、ホナウド。ホナウド。えー、し、えー、っと、レオン。で、ホナウドに一旦渡しあ、爪が、爪が早いな。ユージ。ユージが縦にスルスルっと上がる。ラテる。 払ってる。あ、これはちょっとトラップ大きいぞ。払ってる。クリアボールは相手に渡った。うわあカウンターだー。枚数は足りてる。けど、外叩いて。シュート打った。えっと、ブロック。ユージのブロック。ああ、14番。おお危ない。山口のシュートは枠の外。助かった。そうですね。塚さん言うと,りと、言う通りですね。序盤から相手に合わせてサッカーしちゃうとね。 藤井さんみたいになるから攻撃も守備もどんどん攻めていった方がいい。うん。ホナウドの,のできたいと思う。ああ、それはあるかもしんないですね。ちょっと今日、今のところ、ホナウド、良くはない。けど、悪くもない。<laughs> そこまで。打たれちゃってますね。うん。まあ、あのシュートはいいですけどね。まあ、最初ブロックしてたんで、う字が。 中山は背負ったけど、これは、えっと、4番、岩井泉が回収。さあ、前からのプレッシャーは、上げてますけど。えっと、これは遠藤かな、今。遠藤ですね。で、井泉。サンタナが詰める。外、はたいたボール。これは取れるでしょう。取った。ああ中山のところにはヘディングで取らないか。うわワンタッチですげえ、縦パス通った。 これ枚数やばいぞ。ファーサイド、大丈夫か山口が持っていった、下げて。ああ、時間った。OK、OK、OK。大丈夫、大丈夫。ちょっと押されちゃってますね。あ、でも、カウンター、中山、軽、いけ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 、外、使え。ああ、なんで、もう一歩早め出さなきゃ。山原が走ってたから、もう一歩早く出しとけば。すごいな、いわき いいっすね、動きが。今の時間帯我慢できるか、そう、お互いそうかもね。ただなんとか我慢できてる。あーっと、おー、危ない危ない危ない。ちょっとごちゃごちゃ。あー、ちょっとまずいレオ、おー、いいー、危ねー。危ない危ない、ちょっとヒヤッとしてましたよ、今。山原のパスがちょっと変な形になって、ゴール前通っちゃって。中山型回収。あ、これ倒されてファールなるかファール取ってもらえなかったね。 中山怒ってるなんで取ってくんないんだって押してんじゃんっつってるね今いわきのスローインになっちゃいました乱戦あ足元お犬が持ってくこれはファウルなしかーうんなんかねこう攻防って感じほんといい感じの攻防おおナイスホナードいい仕事でした取れ取れあー取れなかった えーと、宮本のとこでしたね。宮本ってあの、相手のね、岩きの宮本のとこ、あー、外に出してる、出されてしまった。腹ルの対応どうなる中入れてきた。あー、あ、俺危ない。あー、なんとかクリア。鈴木よし。ヘディングでクリア。セカンドは岩きが拾う。向こう側のタッチライン際、縦入れて、上げたボールは、ホナウドに当たってコーナーキック。 オープンな展開になってるんですね。一旦シャオリスがした。うん。なんかず、今の時間帯はちょっと岩きのペースですね。マジ変なミスして、失点だけはしないでほしい。早々我慢の時間か。多分ね、硬くなっちゃってると思うよ。意識しすぎて、清水の選手たちが。だって全然岩きの選手の方がリラックスしてんもんな。我慢しどころかも。うん。 やばいコーナーキック。入ってきたボール。中央。流れて。19番、岩渕が上げる。ゴンダがキャッチ。接触したけど怒ってない。大丈夫。前線フィード、中山のところ。おー抜けた中山決めろ打て 入ったよね。おっしゃーナイスゴーエッスゴール !Let's hear it! シミーツ e s p e r e ただいまの得点は、背番号11番中山勝弘 イエーイマジで大きい言ってんだよね、塚さんね。やっと素晴らしいトラップ。で、ちゃんと足、キーパー触ってんな。高木は触ってた。危なかった。確か先生すると負けなし。ええー、声って、俺ありがとうございます。なんも出ませんよ。おしょうの大焚き火。 さあ1点入りました11分そうっすねあの今言ってましたけどもったいない失点になっちゃいましたね岩きからするとうちはいいんですようちは全然構わないんですけど中山あサンダナに入ったえちょっと待ってちょっといかんあたんおっあーあー惜しい乾からの クロスはちょっと流れてしまいましたね。いい展開でしたね、今ね。ちょっと見れてなかったですけど。<laughs> カルから出たボール、今、リプレイですね。で、サンタナが乾に預けて、乾がちょっと時間作って、ふわっとしたボール、ファーサイドのカルには合わなかったという感じですね。いやー、いい感じです、でも、今んところ。いや、これ1点ね、先制したんで、調子の上がってくれると、こっちもね、あの、安心して、 見れますよね。これはちょっと気をつけていい。ファールは、岩きのファールですね。OK、危ない。今、あのー、鈴木よしが対応したんですけど。いや、まじこの一点は大きいぞ。さあ、今は原るがボールキープ。えっ、ー、と、ゆうじから鈴木よしへ。縦に入れて。 サンタナには通らない。ヘディングでクリアした清水ボールのスローイン。そうっすね。サンタナに収まると形、あとはイ,ヌイとの連動がうまくはまれば、いいんすけどね。さあ今日は13-0ロ。<笑><笑>いけたらいいっすね。三ゼロ。あんま変わんないっすよ、初初コメ書店さん。13-0も12-0もあんま変わんないっす。さあユージからのバックパス、ゴンダが縦へのフィード。 そのボールは裏抜けるか、えっ、ー、とヘディングでクリア。押されてた展開でのカウント戦のられたこっちから試合、うん。ね、ここからね、流ればよくなればいいですね。い,いに犬は下げて鈴木よし。犬もう一回。もう一回、鈴木よし。逆サイド振って、腹てる。外に中山いるけど、それを通り越して、軽に。軽、あっと、これは長すぎたか、オッケーオッケー。でもいい感じの展開ですね。 高際がキャッチ。もう一度、ははは、ットドリックで、ね。よしよし、このまま、こばんは。えっ、ー、と、今、えー、高際がボール持ってて、えっ、ー、と、家泉、宮本、外、岩渕かな、これ。あ、じゃあ岩渕手前だから逆だ。有田かな。山口か。 有田にボール渡ったけど、これは、スローインですかね岩木のスローイン。でもない岩木やっぱ動きはいいんだよなぁ。疲れてくれたらいいんだけど。中山、ファウルをもらえたかなサンタナへのファウルをもらいました。 いや、腰痛い。中山、痛下げる。腹てるかなで、ユージ、鈴木よし、手前側。あ、えっ、ー、と、ゆまちゃん、どんな感じでゴール決まったんですかえっ、ー、とですね、ゴンダのパえっ、ー、と、キック、パントキックって言っていいのかなが、えっ、ー、と、長いボール出たんですけど、 いわきのディフェンス、た分宮本と家泉だと思うんですけど、そこで重なって、お互い潰れちゃった感じで、そのまま抜けた中山がゲットです。あー、37には通らない。犬のボール。そうですね、疲れたところを突きたいですね。カウンター、これは気をつけたい。ただ、ただ、都筑しが対応。おっと、これはファールでしょう。うん。素晴らしい対応ですね、体張った。あ、どっちだスローインか キックか鈴木よしはスローインのつもりでボール持ってたけどどっちになったんだろうあファールもらえてたみたいですね。今、鈴木よしが蹴ってました。外な、えっ、ー、と、これは腹、あ、違う、これシラだ。シラが上がっていく。いったんホナウドに預けかな。うん、ホナウド。犬が空いてたけど、ちょっとそこは使わない。で、鈴木、えっ、ー、と、これユージか。 ユージだ。で、鈴木よし。今、バックフ、フリ、ファイブ、ああ、パスミスった。取られたぞ。これはどうする外使うか、外使ってきた。谷村、い下げて、遠藤、おお、ナイスカット犬井の、ああ、あっと、これ、うん、ブロックされた。岩木ボールのスローインスね。手前側、あのー、 上がってったんですけどね。それをブロックされちゃいましたねレオンがえっ、ー、と今は家,な家泉が持ってって遠藤からて入れてナイスカットレオンサンタナには預かえー、収まらない乾が詰める、えー、遠藤から高木はバックパス岩きはずっと3バックの状態なんだな 4141だったと思ったんだけど。あ、向こう側にいるのか。セカンドボール、ホナウド。オッケー。オッケー。あーっと。山原のところ。オッケー。犬居。あ、犬居、後ろから行った。オッケー、OK。ファウルでしょ、今のは。エルティさん。<laughs> こんちはもう清水強いって <laughs>。い,いやいやいや、あの、今とはぶっ潰してくださいよ。 ベルディさんケイトダムさんこんにちはえーっと払ってるからゴンダゴンダのキックあ初はじめましていつも配信ありがとうございますはじめましてじゃないじゃないですかアトリエさんもうごめんなさいね間違いないですアトリエスタジオ MW さんですね1か月ありがとうございますメンバーシップおっホナウトナイスカットオッケー犬が持って犬が持って走ってく走ってく 犬、どうするどうする犬、ちょっと時間かかりすぎかサンタナに預けて中山ワンタッチカルリーです。カルローズを浴びて、ホナウドディフェンスに跳ね返ったボールはこれどうする山原。えー、スローイ選びました。いいですね。今は逆にシーズンの時間帯になってますね。やっぱカットしてからのカウンター、高い位置でボール取れてるんで。で、大体ホナウドか、犬以かが取れてますね。 あ、コウさん、お、遅くれました。こんにちは。いえいえ,いえどうぞ,どうぞゆっくりしてってください。サンタナに預けたスロインのボール。サンタナは、お、痛た下げた。レオン、どうするレオン。ホナウドに預けて。そうそう、今日はフォワードの得点が見たいですね。一応、中山はフォワードじゃなかったっけあ、ミッドフィルダーから登録。お、抜けた。中山、収めるか、収まったね。収まって、痛た下げる。腹テるのクロスは、腹テるのクロス長いんだよな、ちょっとな。 ヌイさん、そこを打たない、え、ね。ちょっとね、ちょっと時間がかかりましたね。影響して影響出てきたから、ちょっと出てきたかもしれないですね。今日、戦いますね。期待してます。僕も期待してます。セフも別に悪くはないと思うんだけどな。ちょっとな結果が出てこないからなファール、清水のファール取られましたね。えっ、ー、と、カルかなカルのファールかな猪木からしたら、先制点の プランやリズムが狂ったような気がします。うん。今日の抜かずに追加でも。そうそうそう。多分ね、最初に点取りたかったんだと思うんですよね。だからあんだけ猛攻仕掛けてきたと思うんですけど、そこでね、カウンターくら、カウンターというかまあ、ほぼ自滅ですよね。で、失点してしまったんで。あ、ナイスーよしカル、カル、外使え外使え中山空いてるテルだテルに預けて。で、中山にもやっぱり使うでしょで、下げて、シラ、ホナウド、 シラ、払ってる使え。そうそう、払ってる。で、もう一回シラに戻して。そう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 。そう鈴木よし空いてるぞ。首立て直せ。えっ、ー、と、今はレオンか。で、ホナウド。え、鈴木よし使えばいいのに手間空いてるのに。で、言う、あー、払ってるか。で、ここにいるのがシラか。シラがサンタナ。おー、うまいカル中、レオン外犬のシュートはちょっとう、うミートしなかった。 ウさん、お久しぶりでございます。何、え、何週間ぶり二週間ぶりセロリさん、えー、0 0 0分一応感、カウントダかかってたら、かかってたかかってたってことは、かかるかからなくなっちゃったのセーは身長以外を伸ばす人が。<laughs> あ、やばい、カウントー食らってる。これは有事の対応は今日はドバイから <laughs> すごいな。コーナーキックになりましたね。 すごいな、竜さん。なんか久しぶりって感じがしないんだよな。そう、セフの足元がちょっとね、ちょっと、ほんのちょびっと。ただもう、あの、グレモル君も X で、あの、ポストしてましたけど、フォワード陣のゴール、ね、さっきも言ってたけど、ゴール決めてほしいです。あ、早、はいボール来た危ないフォーダウドがクリアセカンドボールは、下田が上げたボールは、ゴンナがキャッチ。 ああ、またゴン度と交錯してる。吉沢と一応なんか揉めてる。揉めてるっていうか、こう、ぶつかったかな。サポーターもウーって言ってたし。ちょっと大声でしたね。こんなんだったらこんなん。河野陣のゴールって、ここしばらくない。ないんですよ。まあ、勝ってりゃいいっすけど、まだ。今日は旦那より私がい <laughs> <laughs> オッケーはははは。OK っす。楽しんだもん勝ちっす。 さあ、スローインは岩木のスローインかなえ、セルさん、秋葉監督がエスパルスにいて、リーグに専念してほしいって言ったらしいです。あ、そうなんだ。やっぱセブンやっぱ好きなんだな。まあ、化ける可能性はありますけどね。ちょっとね、今のままだとな。あの、練習試合では結果出してるのにね。 本番に弱いタイプなのか分かんないけど。さあ、前線に入れたボール、岩木。これは、腹てる対応。スカンドボールは、岩木が回収。じゃあ、下げて、中入ってきた。あっと、危ない、危ない。ユージのクリア。そのまま、家泉が回収。差し裏にですね。で、向こう側。入れてきたボール、これは、山原が対応。あっと、 谷村に当たってゴールキック。なんか、レオンのとこ狙われてないなんかそんな感じがしますけど、ダゾン組の方どう思いますかホナウドと、あのー、山原の間まあ、犬がちょっと下がってきてくれてるけど、なんかその辺狙われてる気がすげえする。素人目だけどね。あ、サんなナに収まったか収まった。あー。 イヌイターンして逆振れカル。中山フリーだったんだけどな。お、うまいターン。カル、持って。ってる。外。そう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 。中山。中央、三ンダがいるぞ。三ンダがいるぞ。ああ、滑ってしまったけど、いたフォローが危ねえ。シラから鈴木よし。鈴木よしが行って、行って、外。山原。山原のところがクリアされた。 うまいなぁ。吉澤が戻ってディフェンス。ホナウド。白、あーっと危ない。ナイスターン。ホナウド。こういうとこうまいよな。犬井からのボール。鈴木良し、犬井。鈴木良志がめっちゃ上がってきてんじゃん。ホナウド。打ってみる、あー、ワンタッチで打ってほしかった。ホナウド、上がって、入ってきた、入ってきた。まだまだ残ってる。あー。これは えー、アトリエさんの中山綾瀬と相性いいかもしんないですね。前節前回対戦の時は、ハートトリックですもんね。そう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 。ああげたかったな。でも今、相イ大丈夫か最後、グリってなってたけど。ホナウド。さあ、ディフェンスラインで回してるボール取りたい。取ったカル、ああターンしたけど、これは。 収まらなかった。高木はマまでボールが行く。今のはこれ、宮本かな。で、山口かな。背番号見えないので分かんない。あ、違う、山口じゃねえや。山口真ん中にいたわ。岩渕かな。小直と最近調子いいのかな。いい、いい、あ波、まあ、いい方のなところかな。ちょい、ちょっといい感じかもしれないですね。あまり悪すぎないです。たまに。 ねへこむけどね、こう波がドーンってね。中の上ぐらいでキープしてくれてればいいや。って僕は思う。そうすると使い続けられるからね。あんまり良すぎると潰されちゃうし。さあ、ディフェンス。えっ、ー、と、ユージからかな。で、シラ。で、払ってる向こう側。で、中山。あっと、大きくなったか。縦に投げ、上げたボール。これは、止まらない。宮本がカット。 もう一回撮りたいなあー。そう、たまに、ほなかの無そうすんのよね。そうそうそう。あ、さくらちゃんさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。つたない配信ですが、よろしくお願いします。ね星野さん、そう思い,思いますよね。なんとなく狙われてる感あるよね。ホナオドと、えっ、ー、と、イヌイと、レオンのとこの三角形の場所。 あ、パス、スタートラップミスった、助かったあいイヌとこには、ホナードナイス犬イヌあ、収まったけど、これはファール、もらえないアイワキの、ハンド、あーめっちゃ、ダメダメダメ犬ヌイ、おちダメ、イヌイ、っちダメイヌさん、犬ヌさんやめ、やめて、犬ヌ落ち着け、ほんと、ほんとほんと、ほんとイヌイ落ち着けだよ、なだめてるけど あ蹴られ…ちょっと蹴られてるね遠藤にちょこっとうそうジュビロちこんな無双してたもんねマジよかったそりゃ賞もらえるよね縫さんわかるけどねそう出ちゃう出ちゃう出ちゃうからねでみんな思うよね伊勢さんが怒ってるとほんと思うあーっと危ないナイス 白ラのディフェンスから山原がクリア。サンタナのところは収まらなかった。あ、パストラップミストぞ。おし、サンタナ取った。おー、いけ。だ、誰だ誰だあ、白か。惜しい。うーちょっとボールが長かったね。高際がもうちょっと低かったら行ったかもしんないけど、高際がちゃんと出たから、山原、犬。 ねえ、ホナウド、お、うまいあっと、これはファールだろう。大丈夫かホナウド、狩られたぞ。あ、チェルイーさん、今日もよろしくお願いいたします。北川がわです。あ、もろ足いってんな。ホナウドいいね。今日踏まれたか、狩られたというか、蹴られたかって感じでしたね、映像だと。 あれはホナウドがうまかったあんまり無双しないでねみたいなるからホナウド <laughs> マジホナウドいないと厳しいからねえっと今山原がボール持って逆サイド振ってる17番の谷村か谷村が詰めてるんだもんなで中山かなで知らり下げて縦 カルこれは清水ボールのスロインバンモホナ誰だ今持ってるの中山か下げてユージ鈴木よしえー、時間はもうすぐ30分です払ってる狙、ね、われてるよな ほら、めっちゃ詰めてくんじゃん、ここ。犬居はスルー。サンタナ。あ、うまいヒール犬出てるぞオッケー抜けろ抜けろ抜けろ残した残した犬いだーエディ、アイディングーあークリアされたくそうわ、中山すげー中山 <laughs> やべえ、やっぱ持ってるぞやべえエースゴー Let's hear it! シミーツエスパースただいまの得点は背番号11番中山勝弘今日2点目 2> 素晴らしいいやー、犬もよく残したね。で、彼のヘディングも惜しかったけど、 ちゃんと詰めてた最高ですあ、ちゃんとコース狙ってるわ、かっちゃん。誰もいないとこちゃんと狙ってる。さすがプロ。ね、ハートリック行きたいね。30分。犬、軽。犬、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 犬あー おーしおしこーなの聞くでしょよしやべえ乾、えー、じゃないわいわきまで行ってるサポーめっちゃ楽しいだろうな今日。うエスパース,ース清水エスパース,ースあれあれ エスパース、清水、エスパー、ララ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 でしょ、今多分。さあ、コーナーキック、山原のキックはどこを狙うか。ファーサイド。でて入ったー腹てるー初ゴール エスゴール !Let's hear it! シミーズエスパースただいまの得点は背番号50番、ラテルキね、ラテる初ゴール。あ。リバーブかけんの忘れてた。 素晴らしい。超笑顔いいね。インタビューもちゃんとしてたしね。33分。ちょ、ちょっと、ちょっといいっすか。スコアの方つけますね。33分だったったよね。んだよね。 ちょっとすいませんね。<laughs> ちょ、ちょっとすいません。はい。はい。えっ、ー、と、スローインは清水ボール、山原が持ってます。で、えっ、ー、と、どこに当てるか。犬、逆サイド振る。これはカルンとこかなカルンが収まっ、お、あー、シラには通らないか。あ、かわされた。宮本まんえっ、ー、と、反対振って、中入ってきた。 吉沢のところは、カルガ対応。あ出ちゃったから、これは、岩木ボールのスローインですね。本当に仲間相性いいね。マジいいっすね。あ、ヒロさん。前半ですね、3-0。やばいよ、これ、いけ,いけるんじゃないマジで。マジで、10、12対0。ああ、でもそれはあんま言っちゃダメだね。試合の入る、えっと、試合の入る、何になったのか。ね。 やっぱ1点取って軽くなったんじゃないですか気持ちが。エシスワルス公式 X のポスト見たけど、ひどあね。楽しいだろうなじゃあもう2点が取れば90ありえず、ああ、りえるかもしれないです。さあ、岩木がボールを今持って、山口か。33番の下田。反対側に振る。 私、えー、星野さん、私、すでに声からあらなたが、<laughs> あー、まあ、うん、いいと思う。えっ、ー、と、のりたまさん、お疲れ様です。今日は楽しいです。楽しいっすね。原のゴールなんか々見たけど、今シーズン初で、その噂をしてる原る気が倒れてる。顔を押さえてるね。 ああこれいってるこれいってるよカードでしょうこれ。カードちゃうカード出ないのかな出せよーあれは。寝、ね、てる。あ、出た出た。山口にでイエロー出ましたね。ね、肘だよね。 うん、やっぱ出た出たよかったうん <coughs> 肘でしたね、うん、そうそうボールいってないカード出たうんあのダゾーンのそうねあの映像のあれが遅かったのかなイエローカード早いわなあのうそいやー調子いいっすね上がってきましたね エンジンかかってきたのかなうん、出ましたね。キックは、ハラテルが蹴るのかな今、時計止めてるよね、多分ね。ね。36分過ぎ。さあ、ハラテルのボールは、あー、相手に渡ってしまった。縦のボール、これはもう一度ハラテルが対応する。 タッチライン割って、岩木ボールのスローイン。リスタート早いですね。一旦下げた、家エイズミから、どこに出すんだろう。宮本かなそうですね、宮本縦に出て。岩、えー、渕が預かって、今ボールを持ってなしもだ。下田が、山口に渡すかな渡した。 あ、今山口か今のは山下だあ入れてきたボール吉沢のボールは割ってゴールキック <laughs> いいよいいよいい感じ守れてる守れてるセンターフォワー,ードの得点プ10のだ元空さんのチャンネル廃棄者レッスゴールの時でしたえーあアトリエさんジュビロ・ベルディの 対戦相手を見ると今日勝つとかなりそうなんですよそうなんですよでお互い引き分けたらねかなり熱いっすよ向こうの試合がだって勝ち点最初でしょ確かヴェルディとジュビロってだからここで引き分けてくれると差が開くんすよ余計に どっちかが勝つより。ぜひ引き分けで。<laughs> ベルディさんいたら怒るかもしれないけど、ぜひ引き分けで。あー、ボールを飛らなかった。縦に入れたボール。あー、これはカットしたいけど。あー、レオンのところ。板下げる。谷村から。今ボールは14番山口。中央の下田。 町田熊本勝てば宇山賞が決定ああですよねまあ町田行くでしょう勝ち点的にはうちはもう上がれればいいじゃないですかもう正直4点目4点目欲しいですね いみしね、皆さん、元気チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。一緒にエスパレスも参りましょう。ありがとうございますエスもその熊本に勝てば嬉しいで。あ、次ですね。次勝てばそうですね。熊本ですもんね。えー、鈴木よしから。ちょっとここごちゃごちゃしてるぞ。大丈夫か山原。一旦ホナウドに預けて。危ねえ。おお、ホナウドうまホナウドだよな、これ。うん。で、山原。 立て出してみいぞ。カルがいあー。イヌイ、サンタナ、サンタナここ鈴木よし。えー、っと、今、山口の選手は西日だな、これ。山口じゃない、これ。岩城の選手は。カル、馬。ホナウド。中山か。あーとカル。あー取られたけど、これはホナウ、馬、馬、馬。 ナイス、ユージカルカルだ、あー、飛んでえか、パス。ちょっと中央付近でごちゃごちゃしてますね。えーと、有田が上がってきた。あー、2枚、後ろから来たゴンダあー、失点失点な、2枚目はちょっとな、あれはなー、防げねえなー。お説教でございますね。 あれはちょっといらない失点だなーだって真ん中、フリーじゃん。谷村。ねえ、くそうそう、相手だねー。やっぱ狙われてるわー絶対。 多分これを前半のうちに前半の序盤でやりたかったんでしょうこれで岩城の調子が。あっとホナウド。 ハワイアンズ・スタジアムそうそうそう。相手に乗らしてダメ。以前、犬とゴンダの対で言ってましたが、J1 上がっても、今の主力の平均値が 30, あ、そうでしょうん。ちょっと年齢層がね、高いんですよ。だから、ジュビロは、また他のチームになっちゃうけど、ジュビロはね、若いんですよ。あの、補強できないっていう、っていうニには。ね、もう流れほんと持ってかせたくないっすねで。逆にジュビロは羨ましい、ちょっと。 そういう意味では。岩渕、ちょっとなぁ、マークしっかり。今ね、ちょっと岩城の流れになってきちゃってるからね。いや、ね、ね狙われてたよね。絶対そうあ。ずーっとそこだけなんか使ってたじゃん。さ岩城の選手が、あっとこれファールになるか。ファールになっちゃったかななっちゃった。 甲府も選手が若くて、今後は期待できます、ね。いいな、ね。そう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 。甲府と長崎の試合見てましたけど、本当はね、実況やりたかったんですけど、ちょっとそこまで元気なくて、ゆっくり見させてもらいましたけど、いい試合でしたね、1対1でね。メンバー固定して勝ちに行ってるからね、ハンドは来る。うん。そうなのよ。さあ、セットプレー。 入ってきたけど、ああ、危ない。流れた。また岩きのボールかな、これ。3、1っすね、今。ターンして、遠藤。多分前の岩きだったら、取り返せてないと思うんですよね。ただ、ただ、今の岩きはやっぱちょっとね、強い。そういうというか、いい感じになってる。あー、ターンされた う,わうまっ危ない危ない危ないクリアしろケー、OK、犬犬さんああなんとか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 しのいでくれ本当あれをいらしてそのもうど真ん中からだったもんね…あ危ない折り返しボールこれはゴールキックかなそうど真ん中空いてたもんで2列目から入ってきてたから対応できなかった完全に コースも切れなかったし最初のね全一番前の列の対応でジーン使っちゃったからねそう急に流れが浮きになったおっとごめんちょっと即即ワイクできないな,なんだフルタイムハーフタイム清水リザルト4 ディスゲーム。はい、really、ガイズ。はい、リアリーに本当のザ・ハーフタイム、フルタイム。落ち着いていこうね。本当落ち着いていこう。あー、ちょっと、あー落ち着け、ちょっと、あー、ちょっと、時間使え、時間使え、時間大丈夫だから、あるから。さあ、もうすぐ、あと、アディショナルタイム2分ですね。アディショナルタイムは2分です。ですしのごう。とりあえずしのごう、ここは。 あ、プリンくんさん。こんにちはみんな。私は本当にこのゲームのハウタイム。あ、そういうことね。知りたいってことですね。はい。僕のチャンネルで良ければ。日本語だけど。ジャパニーズオンリーだけど。スクアで判断してくれ。<laughs> 色と、色とスクアで判断してくれ。プリンくんさんありがとうございます。 要は結果が知りたいってことだよね多分ね。あと、あ取られたファールかー。ホナウドのファールになっちゃいましたね。 牛のアイコンだね。この、キ、キリアン、クロスさん。ブル、ブルの。さあ、セットプレイ。ここはちょっとしのぎを集中しよう。24番の山下のキック。には、おっと、これは危ない,危ない,危,ない,危,ない危ない、危ない、危ない、危ない危ない、ゴンダ怒るぞ。 あいやゴンダよりも、ハラテルが怒ってる。ゴンダよりも、ハラテルが怒ってた、今。イエローカード、どっちにあ、危な。いや、ゴンダも危ねえけど、突っ込んで吉沢も足やってね。 足やってるべ、これ、吉沢。一応、吉沢、イエローカード出たけど、足グリってやってるでしょ。あ、また保証を壊すなよ。確かにな。権田岩田さんに脳神。あ、脳神とだったの あ、田村監督来てる。多分吉沢、足がさ、ゴンダの下敷きになったよね。ぶつかった時に。あ、ハーフタイムなりましたね。ここで、ふ <laughs> ふキャベツ畑さん、知ってんそう。やられてた。ずーっと狙われてたとこからやられた。 はい。えー、というわけで一旦ですね、止めたいと思いまーす。はい。えー、ここまでですね、え前半終了になりましたね。ハーフタイムになったから。多分、あれが最後のプレイで止めたんじゃないですかセ挙タイム入ります。一応、吉沢は清水のサポーターに拍手。煽ったわけじゃないけど、なんか、うん、してたね、今ね。 というわけでですね、えっ、ー、と、ダゾーン、えー、CM 入りましたので僕の方も入れさせてください。前半に2回、えー、ハーフタイム2回入れさせていただきますので、えー、ご了承いただければと思います。今のうちにですね、えー、なし崩しに前半なんかね、ぐだぐだして倒れて多分治療に時間とかかかるから、その辺でもう来ちゃったんじゃない同性だと思って、まあ。うちとしてはいいよ。終わったんで、とりあえず、勝った状態で。 はい。えー、では、えー、CM 入れさせていただきたいと思いますので、ご了承お願いいたします。はい。では、一旦 CM でーす。 はーい、戻りました。画像もちょうど CM 明けですね。今、えっと、スコア、えっと、岩木のサポーターの方映ってます。岩木のこれ、マスコットなんだろう。8号背番号が。今は、エスパルスのサポーターの皆さんが映っております。 えーと。 えっと、スタッツが出ましたね。ごめんなさいね。コメント後で見させていただきます。え、シュートは6ず,6ずつ、枠内が、えっ、ー、と、いわきさん清水が6。支配率は48%と52%。パスに関しては238と236。ほぼ一緒っすね。で、成功率は77%、ント。オフサイドは清水が1回。えー、コーナーキックは、えー、いわき2、清水1。ファールは、いわき8。ファール、えっ、ー、と、清水が5。 いわきの方にカードが2枚、イエローカード2枚出てますね。本当メルカトルさんが言う通り、カードとキャラだけは気をつけてと。えっ、ー、と、アトリさん、あの、あの、あの、なんだ、どうしたんだえっ、ー、と、ボール、平均ポジションだ、平均ポジションはえいわきからなんですが、えっ、ー、と、18と17、えっ、ー、と、何番だ、これ11番かな。 えー、有田と吉沢が高い位置にいますね。で、右側の谷村と。ちゃんと見れなかったな。で、清水は、えっ、ー、と、三、あ、でも中山の方が高いんだな。右側、右サイド。で、三、中央、サンタナと乾と、えっ、ー、と、カル、シラーって感じですね。で、ちょっと低いところに、えっ、ー、と、ホナウドかな ?3 番なんで、ホナウド、で、えっ、ー、と、レオン。 右に払ってる。え中央、えっ、ー、と、あれだ。ユージの方が低かったですね。よし、鈴木おしより。アタッキングサイドは、えっ、ー、と、あ、に、左なんだ。岩木のアタッキングサイドは左が48%、右43%、中央が9%。だってやっぱサイド攻撃がメインですね。 これスタジアム見やすいのかな。みんな今座ってんのか。芝生関か。清水はえっと右が三十五、左四十パー、えっ、ー、と中央が二十五。まあだいなんとなく分散はしてますけど、左側をメインで攻めてる感じですかね。ちょっとだけ。だだ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 。マジ腰痛大強。あとでロキさんみんなもうかな。 えとシュートの期待1、まあ、と期待値、えーと、シュート66、さっき言いましたね、で枠内が36、岩、えー、きの期待値は0.32、清水は0.45で3得点ですね、清水は全部ペナルティエリア内のシュート、岩きのシュートは、えーとまあえー、2列目からだったので、ちょっとペナルティのエリアの外でしたね、えー、シュート本数、岩、えー、きの山口2本、中山2本。 中山だから日本中日本決めてるってことですね。すごい。今、実況も言ってますけど、小村さんと。で、えっ、ー、と、岩木の山下、岩渕、有田、谷村、で、清水の原照、ホナウド、カル、イヌイが一本ずつって感じですね。素晴らしいね、中山ね。じゃあ、えー、コメント見ていきましょう。 えっと、カードと、メルカドさんが言う、カードと怪我だけは気をつけて、確かにそうですよね。特に乾選手ね。説教でもその通り、<laughs> うん。なんとなくな、今前半の、出そうま前半のハイライトを流れております。マジ前半、あ、でもこれ得点シーンだな。中山のとこだ。えっ、ー、と、宮本とやっぱそうね、家泉だね。が、工作したとこでしたね。 よく見てましたね。家泉が完全にぶつかっちゃってね。えっ、ー、と、で、星野さん、その間にリモートチェックインしてこよう。うんで。これな、サンダナのヒールも上手かったし、犬居も抜けて。で、えっ、ー、と、ヒロさん、えっ、ー、と、町田は、 自力であと一勝で2位以内確定。2勝で優勝。まだ2敗できる余裕。確かになぁ。我ら清水エスパルスはともかく本日が4連勝あるのみ。ほんとそう。優勝するならそう。で、4連勝すればもう確実に、あの、昇格、自動昇格権キープですからね。シュート全部枠行ってたんかやるやん。練習したんすよ、きっと。<laughs> ね、かっちゃん全然ゴール決められなかったから練習したんすよ、きっと。吉田大明神と荒野投入のタイミング次第。これ腹手のボレーもすごかったね。自分でバモーって言ってた。え、あ、池田バークさんこんばんは、じゃない、こんにちは、おはようございます。おはようございます。おはようございます。後半、荒野来るか、もうちょっと後かな。どうすかね。もうちょっと、 様子見ててもいいかなって気がします。そんなにサンタナ悪くないから今日はあらーレオンのとこなーで2枚目だもんなーこれなーね言ってた通りだったもんなこの失点レオンのとこでちょっとやばくないっつって部長もたけるも希望ねほんとそう だから、えー、と今度はあのー、レオンのところをちょっと強化するディフェンス強化する意味でもちょっと攻撃力下がっちゃうんですけど、まあ、前線がその分カバーしてくれると思うので吉田に変えてもいいかなと思う無理させないで、えー、と注目選手ダゾーンの注目選手は、えー、と33番の下田義弘、えー、選手と清水は、えー、乾隆選手。 パス数が28、24、成功率78.6、83.3、ファールが12、タックル11、シュートが11、まあ、ほぼ同じですね。ただ、いわきの下田選手はどちらかというとコートの真ん中部分で集まっているんですけど、乾選手は左側に寄ってたんで、全体的にこんな感じになってますね。こうこうねえー、と、 下さん、サンタナというか、最近センターフォワードに点がないのが気になる。誰が点取って今日、荒野が取るでしょう。取るでしょう、多分。あ、ポジションかぶり。どっちもいい調子だから、わからない。うん、そうなんだよなぁ。というわけで、えっ、ー、とですね、CM、ダゾン入りましたので、2回目の CM 入れさせていただきたいと思います。僕もちょっとね、あの腰痛いんで、薬飲みたいと思いますで。飲み物もちょっと怪しいので。はい、えー、というわけで、えー、後半の準備。 えー、おのおのよろしくお願いいたします。それではまた CM 入れかせていただきます。 はい、すいません。お待たせいたしました。謎のシム明けですね。で、えー、今、サポーター、清水のサポーターが映っております。今日、のむちゃんさんは行ってるはずで、グレモルくんも行ってるはずで、リブロさんも行ってるよね、確かね。あんまりちょっと見れなくて、X の方で。 多分、言ってるはずで、今は、あ、選手交代だえー、っと、やばい、ちょっと待ってこっちのノート準備してなかった <laughs> やらかしたし選手交代のノート忘れてた、準備するの あ、やっぱダメでしょ。うん下田だ、下田だった怪我したのって吉沢じゃないもう一度ちょっと確認しましょう。 下だと長い。だよね18そうだよね江川35番とそう吉沢そう吉沢が,がでしょ接触したんでしょでちょっとごめんなさいあの、メンバーのリストもうちょっとあとで変えますね。 あリセットしてなかったはい後半の45分スタートしました、えー、ポジション変わりまして、えー、右のエンドにいわき左のエンドに清水ですねあ早いリスタートポジション変わったんだな いやバックパスサンタナが追う高木山のクリアーボールはそのままゴンダのところに行きましたねで当、ん本格技術言うとおり立ち上がり気をつけてほしい声大丈夫ですよね高すぎたりしませんよね割れてたり大丈夫ですよねおそらく大丈夫だと思う、うん、割れてはいないオッケー 本田のボールはサンタナに収まらないか <coughs> さあ前え後半スタート直後に岩きのメンバー変えてきましたけど清水はどうなんだろうねいつ変えてくるんだろうこの後半立ち上がりからのメンバー交代が吉と出るか強と出るのか岩きは まあ一人は負傷だろうと思うのであッ OK ナイスクリア引き続きね山原の方を使ってくるのか一旦バックパスして縦パス岩きのこれは中山がクリア。 おナイスカット、中山抜けろ抜けたいけ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 俺返したサンタナもう一回もう一回サンタナサンタナああサンタナ決めてくれよー。惜しい <laughs> ね惜しかったね今マジサンタナ左足かまああ これコーナーキックかどっちだ触ってる相手選手。ああ、触ってねえや。清水のスローインですね、映像。鈴木義の対応かな サンタナのとこ収まらなかったタッチライン割ってない岩きが続けてプレーしているあハンドじゃない今のハンドだろううんハンドハンド有田のハンドですねあなんかあ星野さん別に気にしないです大丈夫です大丈夫ですそ,そこは全然気にしなくていいです サンタナ、今日はまだ調子いい方なのかなー決めて欲しかったけどなーあれは。二発目は、中山セル。カルンの男には行かなかったか。ハラテルが追っかけて、ハラテルスローイン入れる。どこに渡すか。カルだ。サンタナと、お、サンタナ取ったサンタナ、あー、お、強いうん、清水ボールのスローイン。 中山が下げてホナウド危ないナイス鈴木義から山原かなこれああさ木に取られたカルガ詰めるカルガ詰めるカルガ詰める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 詰め取った取れああしいもう一回いぬい ああ、これカウンター気をつけろ、枚数危ないぞ。5対4、また右サイドだ。谷村、オフサイドはなしか、ああ、クリケラー、ナイスー助かった、サンキューサンキュー払ってるか鈴木よしかどっちだよく戻った。あ、払ってるっぽいな。ちゃんと見ててくれてた。危ねえ。 さすが、ラてる。お、ファウル、なった。いやー、ナイスくらいだね、ラてるね。1点取ってるし。いい仕事してる、今日。クロスの精度がもうちょっと上がれば、なおいいんだけど。ね同じとこ狙われてるよね。ちょっと早めに吉田と変えた方がいいかもしれないですね。別に、レオンが悪いわけじゃないんだけど。 多分そこを型にはめようとしてるような気がして。ヘディング、カルのヘディングは、相手が取る。20番長い。取れ、払ってる取れ。あー、蹴ってしまったやばいこれは、あ、プレオンだ岩渕、あ、岩渕、撃ってきた危ねナイス、ゴンダカードは無しになったか流したから。あれ思いっきり足し蹴ってたぜ。 大丈夫かな中山思いっきり足蹴ってたけどあでも立ってるね大丈夫だねあ、まあ、遠藤がバックパス高木は彼が詰めるえっ、ー、と中山がこの時間帯がまあ確か河がいた時も同じとこ狙ったようなああねそう上がるからねそうなんだよねだからもうしょうがないっちゃしょうがないんだけどおっホナウドナイス張ってる 当てて、清水ボールのスローイン。だか、そう、サイド攻撃しちゃうとね、どうしても空いちゃうからさ、仕方ないっちゃ仕方ないんだけど、そこで失点しちゃうとね、で、あのー、出にくくなっちゃうからね、まあ、割り切っちゃえばいいんだけど、えっ、ー、と、後半52分なので、えっ、ー、と、7分か。 えっと、あ、ハーフタイムのコメント出てるな。カル。あー、取られちゃったか。うわー、うまいな知まし、たか。一旦下げて、ゴンダ。腹てるが。あ、でも縦に蹴った。サンタナはもうオフサイだったのかな競りませんでしたね。今、ゴン、えっ、ー、と、高際に。えっ、ー、と、一応清水のホームページ上のコメント。 秋葉監督のコメント。背後へのロングボールに気をつけること。相手に走り負けないこと。残り45分。必ず全員で勝つぞ。ということでした。えー、ほな、おかるさん、おかるが指差してんじゃん。近すぎるんだよ。ん近すぎたあー、通った。ありった真ん中。山口かわして。宮本。ふわっとしたボール。山口。 繋がったあーっとクリ,クリアしろクリアしろ山原かな太陽サンタナ収まるかサンタナーうーんうまいな遠藤落ち着いて乾が寄せたけどここは OK ほなほど縦入れて軽いですサンタナだ後ろからのファールだろよしファールもらえたこの展開で失点を下げたい岩きはどんどん乗ってしまうほんとほんと ここはなんとか抑えてカウンターでもいいからとりあえずまた1点取ってね繊維喪失させないと、えー、ただいま350名近くの方見てくださってますねありがとうございますまだチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録お願いします僕のモチベーションにつながりますのでハゲみになりますんでね あー、マンオブザマッチ払ってるか。あー、パスミスー中山あー、ナイスブロックナイスージうまカル取ったいけいけいけ立てサンダラに収まるか逆サイドフリーだぞー逆サイド犬がフリーそう犬犬犬落としてカルうわーおじかはははちょっと決めてくれよー いやー今のは良かったけどだね、来的には。カル取ってさサンタナがさ周り見てくれて、逆サイド開いてるのちゃんと見てくれてたから。で、イ,ヌイもちゃんと落ち着いて、カルに、ね、ああ、犬打っても良かったのかな今。でもコーナーはコーナーですね。ちょっとワクワクしましたね。 さあ、山原のキックショートコーナー中山カルのあ狙ったなカル狙った笑ってる <laughs> 芝生あ芝生が剥がれてる <laughs> 頭ポンポンして <laughs> 芝生な壊れたんだね思いっきり言ってるカルも言ってるサンダナもなんか言ってるな さあ遠藤から高木は岩木は右サイドに展開山原のところヘディングで弾き返すけどでセカンドを取られてしまったホナウドが対応するけどそのままあ山原が取ったホナウド鈴木吉が縦に蹴ったボールこれはサンタナに収まるかあちょっと中途半端だった軽には渡らず 宮本、外使ってきた。なんか、これは大丈夫だろう、鈴木よしが対応。えー、っと、犬いかな、ボール持ってんの。ですね、立ち台を割って、清水ボールのスローイン。あ出てた、下田と長井か。 で、吉澤と江川おうーんワンタッチでうわうわ通ったぞまずいオッケーナイスカバーユージ山口が宮本フワッとさせたボールファーサイド折り返されたボール危ねえユージのヘディングセカンドボールはー取れなかったか や前向かれた山口山口ああ怖い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 ,怖いブロックしろあー助かったー体勢が不十分なシュートそのままゴールライン終わりました危ねえなーマジ江川と18番の吉沢ちょっとねあの変わった選手のところで入れさせてください20番の永井壮太と33番の下田 権田のボールは、かるか。で、セカンド、ユージが決定ヘディングで折り返されて、もう一回ユージのヘディング。収まるのは岩きか。板下げて、遠藤から山口、もうち下げて遠藤。真ん中、宮本が上がってく。これは中途半端ボール回収できた。 サンタナに収まる。犬が左サイド走って、右サイドは軽く走る。その犬に預けて、犬はどうする山原おお山原来た素晴らしい電光石火 !S ゴール !Let's hear it! シビーズ・エスパースただいまの得点は、背番号2番、山原レオすげえマジ電光石火。犬もよく見てたなぁ。あれはいいねぇ。インナーラップ。 四一で、あ部長だカルト部長。サンタナとコヤ。今、ここで交代ですね。カルト、北詰めなんだ。面白い交代ですね。今までとない交代。これ、たぶん、ハマるかもよ。今日、こういう展開が鹿降る人に見ると、ね、部長とコヤ。初めてじゃないですかこの交代。まあ、サンタナと、 荒野はあるんですけど、オカルと、あの、部長は初めてじゃないごめんなさい、あるか、あったからごめんなさい。まあ、ポジションチェンジとかはあるかもしれないけど、この交代は、北側、こっから初体育。<laughs> 北側、あ、ありがとうございます、本垣さん。また拝見再開したら S ゴールです、びっくり。持ってますね。いいっすね。 あと5点 <laughs> これを機に去年のレオンになる、ね、ほんと、あ残って残ったあーホイッスルになってしまった。記憶ないよねないっすよね。だから多分、中山も走らせて、えっ、ー、と、ズメさんも走らせてじゃないですか、両方、部長も。清水のオフサイドが初めてらしいよ、今日の試合。 若月さんの実況ですけど。さあ、左サイド展開岩木。20番の誰だお、ナイスカット部長いけ部長いけ,い,けいったいけいけいけ部長いけ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 外うわ、いいね小屋出てうわーナイスシラかなシラ来た素晴らしいあ、 ミヤモンも,もう準備してる。気持ちいい綺麗に崩したね。部長のダッシュやっぱ強いわ。ついてきてないもん。で、荒野もギリギリ。で、北爪に合わせるかと思ったらシラだった。いやー、気持ちいい気持ちいい ね部長来てはマジ嬉しい。えなぎさん、ありがとう。<laughs> この展開に聞きたずめはきついよ。<laughs> えっと、62分ですね。62分にしら。 あし、あれだレオンも入れてんじゃんやべえ書いてなかったえ白シラの得点が何分もうもう分かんなくなってきたんあ危ない 遠藤大丈夫か膝レオンが59分かえホナウドと岸本 やべえちょっと見てないうちに何かすごいことになってんだけどちょっとち <laughs> ょちょっとなんかごちゃごちゃしすぎてる62分だちょっと待ってマジでさいろいろ変わりすぎだよ ちょっと、すみません。選手交代は、あのー、後で。いや、あのね、得点のね、あれをで変えてたらね見見て、見てなかった。吉田大名人は出番なしか。あ、そんな感じあと4点取る。どういけるかな島の状態、劣悪なら、け防止で。そうだ、そうですね。危ない、危ない、危ない。ターンされた。山口。 ああいやいやいや犬休ましたり、ね、確かにそうですね。じゃあ山下が今ボール保持手前側岩木遠藤に下げて遠藤が中に入ってくる血を入れてきたこれは犬が対応お倒されたぞあじゃあ犬じゃな犬が今倒されたんだミヤモンとタケルン入ったんでしょう誰と変えたんだ。 二つ目。あー、ちょっと長くなった。払ってるとこ、お、ナイス。犬が見て、前見て。あ、こうや、それオフもう一回、いい出らし。こうや、決めろあー、もう一度犬あ,あー、もう一回あー、嘘はー、<laughs> マジかうわー、今の家庭ディフェンス いや、そりゃ、荒野も苦笑いだわなぁ。うまかったんだけどな、抜け出し。ポーストだもんなぁ。で、北爪が詰めたけど、ああそっちじゃなかったなぁ。荒 <laughs> 野と、高木かり今、拍手してた。 山原のキック。違う部長が拾う。レオンが持って、もう一回部長。<laughs> 幻の一点。枠にいかなかった。シラが外はたいて。鈴木義に預けたじゃあ、それモンだよね。で、レオン、中山、部長を、 部長金髪にしたからちょっと見分けつかなくなったな。山原、権田出てる。危ないぞ。岩渕が来てたね。危ないっすね。今ので北市だけはバカ上がりそう。やっぱね、ああいうプレーよ、荒野は。えー、ボール支配率、岩城が51%、清水49%パー、シュートは9の15、枠内が52。 ああ、倒されたけど、これは、うん、ここや、もらえたね。いわきこの点差でも集中切らさないながら、リスペクトだわ、すごいわ、うん。中山、中山、中山、あーはっとっとあ、あっと、あ、PK じゃねえ、えなしピ、ええー。 審判、まあ、PK じゃなかったのにもフリーキックくらい取ってほしかった。あ、危ねい顔に。J2 にもね、ね今はないからね。あ、トラックの人いた、今。顔入ってるよね。 今説明してるねうん顔にちょこっと残り足が残った足が入ったかなもうちょっとって言ってる <laughs> もうちょっとって <laughs> ねえ まあでも、変に揉めてカード出るよりはいいかな。<laughs> もったいないし、そうなっちゃうと。ね。難しいでしょ。もう一回詰めを取れ取れ。ああ、これはファール取られた。秋葉さんが、ええー、みたいな感じでジェスチャーしてたけど、中山のファールを取られましたね。さあ、遠藤から、どんどんどん,どん詰める。 プレッシャーかけて、ここは、鈴木吉の対応。中央、うまい宮本。あー、これは、ファウルもらえた。あー、声荒れるな家泉とちょっと揉めてる。やめろって審判が間に入ってくれた。 なんでねえそれファルトのねえほんとほんと今70分過ぎですね審判の力量が問われますねこんだけ荒れるとっかしらどうする宮本に預けてた下げる手入れてこれは部長うまい払ってる ちょっとボール弱いかえーかませろ情け無用のガチプレー怪我なくノーカードでうんそう変にね怪我したらもったいないからね部長が一た下げて鈴木よし権田にバックパス権田のキックは荒野のところ落としてあっつ目めか中山てる。原照 あ、あれ、北爪だ、本当だ。金髪だもんな。北爪。北爪がさ、フォワードみたいなプレイしてんだよね。払ってる。犬、犬、北爪。向かい犬。板下げていいんじゃね白に。犬。うん、戻した。で、あれ、宮門か。そうだね。で、白一回下げる。組み立て直しですね。鈴木よし。あー、ゴンダ。危ない、危ない、危ない。よかった、よかった、よかった、よかった。危ない、危ない。 岩渕が詰めてたね。危ない。こんなの縦パス。これはちょっと長すぎまあ、プレイ切るっていう意味でいいかな。スリーバックですかね。うん、そんな感じがしますね。もう一回映ったら確認します。犬が詰める。こうや。OK。ホナウドとあれだっけ えーと宮本浩太ーーだよね交代したのねそこだけは変えるあと誰だ誰かが変わってるよねさあ岩城のスローインがスタートしてますけど。 危ないー。ナイス、クリア。ホナウドだけユージとタケルン。あ、そう、ユージとタケルンだから。えー、っと、ユージとタケルン。ユージとタケルンえタケルン真ん中にいるのじゃあ、あ…違うよね。タケルンが向こうサイドか。えどうなってるタケルンもまだ見てないぞ、プレイ。<laughs> ごめん。タケルンが出てきてないから気づかなかった。 え、タケル映った ?3 番でしょホナウドと13番でしょで4番と15番だっけたケル15だよねうん今73分半ヒールで流すあれこれがタケルんかイ あ違う荒野だ。え、タケルンどこにいる今、あれでしょで、ほな、えー、宮本でしょひろた、ええー、っと、えっと、シラ、シラ。折り返したボール、あークリアーしたボールが中途半端。払ってる、払ってる。詰まった、あーっと、詰まっちゃった。ああ、シラと重なった。ああ。いいね。中山、いいね。 山原。岩木が今ボールを持ってとバックパス。もうた絶対中山狙いに行ってるよね、3点目ね。<laughs> オッケー取った。井上北川。外、そう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 、うまい抜けた部長行け部長 <laughs> ナイスゴー部長部長ー エースゴールレッツヒアイツシミーツエースファンスただ今の得点は背番号バ番、北詰健吾。ンゴ股抜き股抜きビューティフォル75分でいいのかな

と乾を休ませてちゃんとパッションパッションを見せてほしいね神谷ここで開花したらマジ熱いんだけどなどうしてもねアイディアがね言い方悪いんですけどちょっと少なくなっちゃうんであっラてるも笑顔になってるもう一回91やろうぜ チャジまで先手で取ってその後早めに追加点取れたらこういうねなるよねまあ1点ね失点しちゃったけどおっと危ない危ない危ない流したいわきのボールもつ20番の長井長井が入ってきたファーサイドは流れた OK そうそうカメラ好きにやってみていいんだよこんだけ点あるから だってぶっちゃけさ今乾の後釜って神谷かあとはあのなるなんだっけ成岡くんだと思ってるんで僕原センターバックあそっかたけるんが右やってるんだねえでも右にいない腹てる腹てる右やってるよ 腹てる、で、えっ、ー、と、真ん中に鈴木よしっぽいけど、で、左が、山原でしょあ、言のサポーター、ちょっと、ちょっとなんか残念な感じになってんな。仮面空さん。パッと見だと、奈良学君をイニの後がまりして考えるなら、首脳陣が我慢。 ああねそれはあるかもしれないこれはちゃんとか考えたらわ城だそうそう「いーわーき」って言ってるよめっちゃダゾンで流れ聞こえてるのはわきのちゃんとですね78分 残り15分で得点したケースは、岩きが7点で清水が15。逆に失点が岩き15の清水が5。追加点いけるぞ追加点いけるぞあ、山口が拾った。で、外はたいて有田。有田がターンして、これは、ファールなしよし、これは良かった。6点、得点60でお願いします。飽きちゃったかな。 あ、うまっ宮本。あ、そうか、中盤に上がったんだ。長い。長いが来た来た来た。危ない。ナイス対応北爪とオーケー。おー、狙ってきたおー、ナイスゴンだキャッチ、よく取ったなぁ。あー、うーんのとこには通らないかぁ。惜しい。 あれ抜けてたら面白かったんだけどなーゴンダすげえ。やっぱ。ゴンダも調子上がってきたんじゃない前半最後のあのプレイでちょっと火ついたかもしんないね。いい意味でね。今垣は残り交代カード使ってくるのかな。どうなんすかね変えどころないんじゃねあ、51のままになってますかごめんなさい。ほんとだ。すいません。清水がチャンス。なんか、貼れてる。貼れてる。 あ、じゃあカメだこうやうおっとあーこれはワンタッチあるか選手交代ですって声が聞こえたね、今。こうや惜しい。岩木の選手交代ですね。11番と10番。え、有田と有馬幸太郎の交代ですね。 荒野惜しかったね。荒野も,っともっと決めてほしい。マジで。お、その声野がヘディング。もう一回預かって。中、取った。白がフォローしてくれてた。白、え、おっと、ナイス。部長、部長のとこ抜けるか惜しい。もう、この荒野コールがマジでいいよね。こういう時 前田村田和也がシグナルで J リーグチーム、あ,あ、うん。J、J リーグチームを作ってるから J のに上がりたいって言ってんだよね。そうこういやうのちゃんと聞けた。さっきすぐ見たら笑う。<笑>プロコン TV さん。今6-1です。16か。ホームゲチームを先に言うのであれば。上げたボール。セカンドは、岩木の選手が回収。 一旦戻す感じで外に叩きましたね。今拾ったのは20番の長い。愛する清水の未来ひっきり開け。おー、愛する清水の未来きり開け。さあ、ずる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 と中盤に上がった宮本が。 太陽がビル陰に入ってバブリック病院会場が寒くなったけど現地の熱気は心地よいです。いいっすね。460人見てる。あ、今、おうちあ、本当だ。ありがとうございます。チャンネル登録、まだの方、ぜひチャンネル登録をマジでお願いします。全然増えないんで、最近。ビアベンテン氏がですね、そうですね。ピンク色のユニフォームだったと思います。人生最高。最も幸せと書いて最高ですね。 今日の試合も最高です。取れるか。これは、あー取られなかったね。3番の遠藤が叩く外。待ってたのは20番の長井。もう一度下げる。遠藤。中央、家泉かなあれ、宮本が下がったのか どうなってんだろうよくわかんない。えー、田中智美さん、こんにちは。人気チャンネルですね。うん、どうでしょう。<laughs> どうでしょうね。まあ多分勝ってるからみんな見に来てくれてるっていうのもあるかもしれないですね。皆さんの力で、勝ち点を、勝利をものにしましょう。あっと危ないナイス対応。ただこれはちょっと、コーナーキックかなシラのクリアになりましたね。 そうあのメンバーシップも始めたんですけどねなかなか、あのー、特別なことができておりませんのでまあ無理には言いませんがもし僕のサポートをしていただけるのであればメンバーシップの方もポチッていただけると嬉しいですまあ来シーズンからはちゃんとあのー、なんだっけルバンカップとかもねあの限定配信にしたいと思うのであまなみだ清水です現地はお祭り騒ぎです現地から以上ですありがとうございます現地リポーターの清水まなみさんでした さあ、ショートコーナー。だいわき言ってんだもんな。すごいよな。あふわっとしたボール、危ない白がブロックして、部長がクリア。タッチライン割って、いわきボールの、スローインですね。大瀧さん。こんにちら、一船から、ぐんじりくくんくんくん。え <laughs>、ぐん、ああ、新しく入る子だっけ 確かそうですよね。来シーズンからだっけかな岩きがカットして宮本をちょっと、今はちょっと耐える時間帯ですね。後半、もうすぐ85分になるところ。お打ってきたナイスブロックもう一回、もう一回危ない危ない危ない宮本、そうに叩いて、長い、長いが、内外が、切り込んでくる、切り込んでくる、切り込んでくる、入ってきた危ないゴンダの正面 マリウスさん、大阪在住の清水ファンです。もうつながりました。僕も清水美穂に住んでたんですが、今は山形に住んでます。これから寒くなる時期で雪が大変ですね。2026年7年シーズンから、終春シ,シーズンに変わるってな,なってますけど、どうなるんですかね。マジで。まあその頃には J1 にいると信じたいです。 さあえっ、ー、と遠藤から家泉外笑顔か一人で抱え方にうちは激弱なんだよねうんそうそうそうアンダー18の代表の子ですね SBS カップで見たあそうなんですねあアンダー18の代表なんだいいっすね未来があって 宮門と荒野には何とかこう活躍してう。お、神谷持ったあー取られてしまったファウルあー神谷のファウルか。チェマン、清水東出身投影、長いことコマサル社とやってるし、雪国の厳しさを知ってるはずなんだけどな。ね。ののさんと僕、サッカーやったことありますよ。何回かここで言ってますけど、あの、清水東にいたときに、一緒にやりましたよ、僕。新卒の選手をもっと戦力化させてほしい。そしたら清水東スパルス。 あ、健太そうそう,そうね、ね、ね、枝村、岡崎、岩下、藤本、青山ね、そうでしたね、生え抜きでしたもんね。あの頃は強かった、マジで。あ、入ってきた、やばい、危ない、有馬。おー、有馬、幸太郎。いいっすね、なんか。危なくクリアで OK。ほんと、んん簡単でいいっす。もう中学校のサッカーでいいっす。危なくなったらクリア、簡単に、簡単にって言ってね。コーナーキッくか、ゴールキッくか。 どっちだコーナーーナかなえハンマヘイドほんとそうみんなね言ってくれてるんですほんとに怪我とカードにはピカチュウ戻ってくんのなんかもう戻ってこない風な感じで送り出したんじゃなかったんだっけこの向かのあっはい先に離脱お疲れさまですお気をつけてどう,いうことなのにフォアサイドゴンダキャッチあれかな学校えでも学校塾かな 習い事かなあ、えっと、アトリエさん、わ,いわきいわく、ウンジんは一分7最高。お、マジでマジか、熱いじゃん。もう、うん、もう、もとそのポジションだけでいい。あともう3分切ってるんで、まあ、アディショナルタイムもあるんでね、わかんないですけど。えっ、ー、と、反対サイド、いわきのスローイン。熊本大宮戦、明日で完成します。お、残りのホーム2戦ですね。ぜひ、選手たちに鼓舞をお願いします。 僕は相変わらず実況ですけど、いつか行きたいなあアイスタにおナイスカット中山うまいなあで、山原かすげえな、よく走れんなあで、スルスルっと中山が寄ってく。で、シラかな、これ。で、鈴木よしがってる。真ん中空いてる。 外に北爪。荒野も寄ってく。荒野だ。うまい北爪フリーでもらえた開けろ中あー惜しい神谷。皆さん最後まで応援お願いします。任しとけで、星野さんがメル,メ,ルメルカトルさんにね、ありがとうございました。いってらっしゃいませ。お気をつけて。って言って、いいですね。このチャット欄でこうね、 なんかコミュニケーションが取れるっていうのは本当に嬉しいです。坂さん、J1 に上がってもオフに行った大田補強はいらないと思う。今のメンバーと若手選手を融合させた方が無駄に資金使かないで済むし、別に。あ、ですね。それはあるかもしれない。このままでいけるんであれば、今日のこの調子であればね。やだ、今日の試合は時間が早いこと早いこと眠くなる。<laughs> あ、神谷のボールはコーラキック。家泉のブロックですね。すげえな。 家泉と、あと宮本もね、いろいろできるし。で、ね、ほんと、若手戦力化したいよね。マジ、ほんとそれ、そう。今年、本当はそれやりたかったんですけどね、前半戦で勝てなかったから、結局、後半までずるずると。あ、すげえ、ずっとハット振ってる。これ、腕、腕きついっすよね、結構、振るの。飽きたりやったけど。神谷のボール、ファーサル流れた。 セカンドは、うんどうしたファール家泉さあその家泉えっ、ー、とアディゃんナタイム出ましたねアディゃんナタイムは3分でーす 清水が回収した縦に出たボールこれは神谷には渡らないセカンド取りたい後ろからチャージしてしまったかここはファールはなし岩きのこれは家泉かな4番だからそうだねまあほぼ勝ち格ですけどね本当怪我とかいらないカードだけはマジやめてほしいいいパス入ったただこれは荒野が取ったもう一回荒野 神はうまい外走ってるそう山原が中央、部長が走ってる部長が走ってるうーん荒野には渡らない感じかコーナーキック家泉、まじすげえなー確かそうだったらレンタル先で問いたチームが漢字席にしたいってほど、ねえ。だけど帰ってくるんだね。 いらねえってなったのかな神谷のキックは中に当ててくるんだ。中山がもう中央にいる。高いボール打てああ、入ったすげえああ、竹る超笑顔 竹井壮にそっくり。S ゴール !Let's hear i t ミ i ス i s バースただいまの得点は背番号15番。岸本武けナイスボレー 犬井さんと小野さんの残り絶対ですよ2試合で1 6点がすごい。ね。はい、仕留めました。90分プラス2。もうこれ名前書くのがめんどくさい。<laughs> 名前を入れるのがめんどくさい。90分プラス2。危ない、ブロックしろ知っていらねえぞ。部長、部長走る部長はえ 部長すげえ部長、すごいよあいわきの選手交代タイムアップの笛が鳴りましたー ナイスゲーム完勝はい。えー、お伝えした通りですね。えー、いわき FC 対清水エスパルスの試合は、えー、1対7で、 シミズ・えー、清水エスパルスの勝利でございました。TODAY GAME'S WINDER! シミー・エスパルスいやー勝った勝った。 えー、試合前の方が言う「<laughs> ねっあれかかったままかけたかけたよかけた、えー。ありがとうございましたとやったーやりすぎやする時代だね全力番長さんねちょっと取っといてもよかったかもしれないですねでもいいっすいいっす楽しい楽しいはいということで。 J2 のえっ、ー、と日程と結果の確認をしていきたいと思いますが、えー、清水あジュースさん消したな君はー見たかーってあのー、王者の旗独身点差が2016年に追いついてきたうんあれかかったまま嘘

うん。今は切れてますね。はい。大丈夫。ありがとうございます。まあ、選手の表情、いいっすね。笑顔で。あ、押し乗りタオル上げてる人がいる。結果論だけで見ると、やっぱ北がいるといいですね、うん。なんかやっぱちょっと違いますよね。裏に抜けるのがやっぱうまい。ラインブレーカーっていうか。どっちかっていうと、サンタナとオセフンはショータイプだと思うんですけど、荒野は裏に抜けるのがうまいんで、 あななかなかもう1点取れたシーンがあったから悔しいって、えー、ディフェンス陣4点フォワード陣無得点フォワードもう少し頑張ってくレイただ北川は良かったよ,よかったですよね今日ねなんかあの抜け裏に抜けるこの駆け引きがうまいっすからねやっぱね あそうですねボール位置があれだったって失敗したけど逆にそれが良くてあの高木は1点目のね1点目のシーンでファンブルしてそのまま入ったんじゃないかなって言ってますねまあサンタナ・コーヤの交代のあれでいいと思うんだけど流れがな別にセフンがそこまで悪いとは言わないですけど今日の出来だと絶対その方がチャンスが生まれそうな気がする。 サポーターのお礼を言ってますね。後押ししてくれてるんでって。これからも後押しお願いしますと。この書類で,でかい。残り2勝1分でも昇格できる。いや、マジでかいっすよ。あ、今、勝ち残してますね。はい。えっ、ー、と、そしたら、見ていきましょう。J2 の、えっ、ー、と、 えっとーあれ Google Chrome あれあ中山のちゃんとだ中山勝弘ラララララ,ラって 中山克弘、ララララララ、あれ、秋葉さんのコメントですね。勝ちきったけど、プラ,ゲームプラン通りですかとトですから、点数さほど楽なゲームではなかったと、本当にフットボールを体張ってやってきてくれる。 苦しい、苦しいゲーム中、サポートファミリーの力があったからこそ、なので、点差ほどの余裕はなかったと。岩 <laughs> 城さんが骨の髄までフットボールをやってきてくれると。やっぱ熱いっすね、<laughs> 秋葉さんの。お互いの成長を期待できるようなゲームだったと思うと。5バックのからの失点か。えーと。 あケイトダムさんこのまま北側はベンチなりスタメンなりいてほしいですよね今日の出来だったらいいですよね岩城でしたらエスパルソトラウマになる確かにそうかもねえあなたアトリエさんが言う通りねそうですよね、えー、星野咲美さんアメは勝ったらガニャーやらないんでしたっけああどうなんだろう俺俺俺俺でってやつでしょ俺俺俺オーララ オれレ,レ、おらら、オれレ,レ、おららがにゃーってでしょいや、どうだろうやんないのかなの、勝ち、ロこはやんないっす、基本。昇格決まったらやるかもしれないけどね。ただ、ホームで決めるでしょ。で、えー、っと、もかじるさん、げんくうさん、こんにちは。こんにちはー。こんにちはー。ちょっとテンション高いっす。はい。 えっと、仕事の休憩時間に見たら7-1です。素晴らしい勝利。毎最高毎最高。えー、おみくさん。えー、大量得点もよかったけど、前半終盤で一失点した後、しっかり立て直して、後半、失点に迎え、抑えたか。抑えたのが何より素晴らしい。はい。素晴らしいっす。崩れなかったね。持ってかれそうだったけど、ちょっと。秋葉さん、神の目の灰な、うん。ね、あのー、あれ、ああいう、まあでもどうなんだろうね。 僕も意外と伸びるの早い方なんですよね。えー、そうそう、そこが、ここやの特徴っていうのは、あの、裏に抜けるところかなはい。と僕は思ってます。強い、優勝。ね、町田さんがこけてくれたら優勝もあり得る。えチルジヒロさん、ジュビロの、じゃ、のつくフォワード欲しくないですか欲しい。ね、りょう、りょうさんね。 今一番怖いのは J1 に上がっても来年うまくいかずに全く戦うことがする。ああ、それ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 怖い。ほんと怖い。エスパは J1 に上がれたことだけがゴールのチームじゃないですし。ほんとだよ。J1 でトップ取らなきゃ。あ、たくみさん。こんにちは。今、シャワーってきました。PK 決めた直後の失点。痛すぎる引き分けでしたが、大丈お,お,めおめでとうございます。おめでとうございますって言っていいのか分かんないですけど、おめでとうございます。 じゃあ、うちが来年上がったらあれですね新潟行けるかな僕どうかなでもたくみさん北海道だもんねそう近場じゃないとちょっと僕行けないんでねあおちさんたっとさんこんにちは仕事集中失礼しまーす仕事中失礼しますどうぞどうぞどうぞウーガさん かな勝ったよ買ったよ,買ったよカルの代わりに北が入れるのはいいですねカルの代わりに入れんカルの代わりはでも今日今日はカルの代わりは北詰めでしたねサンタナの代わりが声だもんね今えっ、ー、とダゾンはハイライトですね。 残よお疲れ様でしたね来期ね来今日は今日はこれです。ビクトリータイプの違う選手が流れを変えそう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 。北爪うまし。なんかやっぱね北爪のねあ清水さん清水さんってあの清水さんとは違う清水さんですよね。 ズメ、ね、北ズメ部長がさ、持った時のあの、ダッシュっていうの走るランニングを見るともう、ゾクゾクする。清水が勝ったらよかったよさ、また一点っていうかああ、失点がね。サンタナと犬の崩し、そうそうそう、これね、この後。サンタナのシュートが、防ぎたけど、中山がちゃんと詰めてくれたというとこっすね。 でさ、あの、高い城はまああれだけどうつ何だろうなあ,あれこっちはもんなこれはダゾーンだもんな何でだ あれなんかキャプチャーできねえな。ブラウザーはあれだもんな。出せねえな。ちょっと待ってくださいね。なんでだろう。 これでもう一回選べばいいかなえー、っとあこれでいけるわはい今は山原のインナーラップのシーンですね がダゾンでは映像が流れております。で一応、特典者のところを消しますね。はい、えーと、今こんな感じになってます。えっ、ー、と、金曜日のナイトゲームで、えー、昨日ですね、甲府と長,長崎がありまして、1対1の引き分けでした。で、えー、本日のデーゲーム、えー、うち、清水エスパルス、いわき FC との試合ですね、が1試合だけ7対1と。で、明日の 2時 12, 12時半にレノファイアマグチと,、えー、とファジアの岡山で、えー、と岡本と町田熊本さん頑張ってく,くださいラアソーセルビアやっつけてくださいでミ戸北と・ホリホクとザスパック発群馬が2時からで金沢ですね制限金沢とモンティオ山形が同じ時間帯の2時とで、徳島ボルティスピ秒岩田も2時 FGAWFC、まあ、と、えっ、ー、と、もう宮アルディジャ、2時、同じですね。で、えっ、ー、と、秋田は、えっ、ー、と、ブラウブリッツ秋田と、えっ、ー、と、ベアロタ仙台が同じく2時。えー、栃木はなんだっけ、栃木 FC だっけ、SC か、SC と、えー、大分、えー、大分、トリニダが2時。同じ、もう、ほぼ2時だね。で、ベルディと千葉と2時と。東京ベルディと千葉もちょっと暑いしがいですね。 ここで、ちょっと、あの、プレイオフ圏内を目指すチームとしては、はい、こんな感じですね。はい。で、えっ、ー、と、コメント戻りましょう。えー、ケツダムさん、えー、明日は熊本を応援して、来週は熊本をやっつけましょう。ね。ほんと、もうたりき、他力、他力でいいんです。結果が全て、他力でも何でもいいです。 はい。あの、熊本さんに今日は、明日は町田をやっつけてもらいましょう。で、えっ、ー、と、藤枝頑張れ、ここで残留決めるんだ。ああ、そっか。順位。再び点差をつけられての敗戦となりましたっていうインタビューで、次厳しいコメントだな。まあいいや。えっ、ー、と、 星野さんスルスル何やるのどうするのってなってるあのー、部長のねオーバーラップでしょうんそうマジねワクワクするんだよ部長が持つともうほんと外せないと思いますよあのベンチでも何でもいいのででタカさんがこれで上位チームにプレッシャーをかけれたと今日はみんなで司会を夜 そう3位、4位がそうだからね、ヴェルディと岩田がドローだと超助かるの。そうすると、町田があの昇格じゃないわ、が決まっちゃうのかな、まあ。どっちにしても勝って決めるでしょうね。北角のサイドハーフ起用大当たり、本当。オッチさん、あと3試合、気を抜かず頑張れ。と思いながら仕事頑張ります。お疲れ様でーす。 あのウキウキしながらこうね仕事になるべく集中してでもこうねあのうしい気分で前向き前向きじゃないですけどこう仕事にがはがどるようにねしていきましょう、えー、塚さん昨日甲府長崎日分けに終わったからプレーオフに出場しそうなチームも固まりつつあるあーそっかえっ、ー、と6位と7位でしたもんね確かねただまだ山形にも 岡山にも、群馬にも、大分にも、ワンチャンありますからね、6位以内が。まだわかんないです。<laughs> エスパルス残り全全部勝って、J2 優勝、J2 優勝した方が J1 定着できる可能性が大です。確かにそうですね。それはあり得ます。ただ、町田さんもね、こけないだろうからな秋田の試合もいい試合してましたしね。 いわきは来季手強いチームになりそう。リスペクトです。藤枝しっかり岩、いわきしっかり J2 の力はそう。ほんとそうっすよ。J2 って結構ね、沼っす。ほんとに。たまたま今日はドハマりしたんじゃないですか。中山が。あ、もうみんなあれだ。帰ってる。ただ多分残ってるのはグレモル君たちじゃないかな。<laughs> 多分真ん中の辺に残ってるの。 えキッズダムさん熊本、えー、清水さん町田から勝ち点さん取ってきました。今日3点渡しますねとなってほしい事実確かに。 二つ出ましたね。シュートが岩きから言います。1220、枠内が85、ボール支配率は51%、49%、変わってないですね。で、パスは486、410、77%と79%の成功率。パスの数は岩きの方が上だったんですね。最後の方ね。増えたのかな。ほぼ一緒だったのにね。で、オフサイドは02、コーナーキック45、ファールが159、カードは2枚と0って形ですね。イエローカードが2枚出てましたね。岩きの方に。 アタッキングサイド、えっ、ー、と、ほぼ変わってないかなえー、っと、左46、右42、中央12%のいわき FC となってます。えっと、そうそうベルディと千葉のは勢いあるし、そうそうバチバチしそうで、これ、勝った方が上にいけるんですよ。えー、清水はまたまんべんなくなりましたかね え、三十、右三、四十四パー、左三十三パー、中央二十三パーです。えー、J1 より J2 の方が上がってる。あ、そんな感じですか。もううちはもう必死ですからね。ってというか僕が必死ですからね、この実況をするのに。で、えー、シュート期待値、一の部分ですね。シュートが十二、二十、枠内が八、十五。 ゴール期待値は0.62に対して清水が2.22、えー。清水、ゴール決まってるのは全部ペナルティエリアです。素晴らしいですね。えっ、ー、と、みさん、今季のプレーオフがどうなるか楽しみですが、3位から勝ち上がったのは、えっ、ー、と、わずか1位目だ。そう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 。確かそうそう。 シュートは山口が3、中山カルが3本ずつ、岩渕有田長井、原てる、千ア子さんタナ、北爪健吾、北川小屋が2本ずつっていう手法になってました。もっと打ってる人いると思いますけどね。ただ、まあ、表示の問題上、多分それが限界だったんでしょう。えー、っと、注目選手は、えー、っと石水は上と岩木は誰だった大魔。山口か。 えとパス数は53、36、成功率は90%パー、六パ6と86.1%、ファールが12、タックル、31、シュート、31、なってますねあの。分布図は山口の方がちょっと上ですね、やっぱ。ただ、えっ、ー、と、そうですね、山口は、えっ、ー、と、ポジションのこっち側に固まってる感じっていうか、こう、まあ、 全体的にあるんですけど、こっち側にちょっと寄ってて、犬がこうなってますね、こう、こうなってます。あ、ほじろさん、ありがとうございますね、サポート、おちさんだだだありがとうございましたということですね。はい。で、えっ、ー、と、今、ダゾーンではですね、明日の試合の日程の方を紹介しております。こんな感じですね。 先ほどもちょっと触れましたけど山口と岡山と熊本町田秋田仙台秋田仙台以降全部2時ですね水戸群馬栃木大分とヴェルディと千葉とはい藤枝と羽毛宮とか徳島岩ともですねでえー、と順位が今5ポイント差になったと一時的に暫定ですけどね なんで、えー、熊本さんが、勝ってくれたら、ワンチャン優勝も見えてくると。新井さん、ゲングさん、来週、熊本戦で観戦していきます。お先に失礼します。お疲れ様でした。ありがとうございました。えー、シミエスパルス対岩木は、今回も同じ展開になると予想してます。マジでいや、順位がね、こう上がってきたからね。 あ、というか、うん。どうなんだろうと思ってましたけど。岩城が44ポイントのままだで、ちょっと厳しくなったのかな。一応、次節のね、そう、ヴェルディがさ、次節もなんだよね。今節が千葉とでしょで、次が岩田となんだよね。ちょっと、ベルディさんかわいそう。 うちもそうですけどうちよりも負けられない試合だもんね。で山口と町田でしょで町田さんはよっぽどのことをしない限り優勝でしょうね。 よい夜になりますね。お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、滝さん、ありがとうございました。えー、ひろさん、さて、残りで3連勝してリーグをやりましょう。フォースサーエースポーズ。はい。えっ、ー、と、ダゾーン終わりましたので、えー、私も一旦 CM 行かせてください。ちょっとトイレ行きたいんで。で、その後、ちょっとだけ雑談をさせていただいて、えー、配信を終わりたいと思います。 メ、えー、ディー個人的には相性悪いから上がってきてるしょうけど、ああ、本、ね、当ほんとそうほと、ほんとそう、うちもそんな気がするんだよな。今は神戸対鹿島の試合見てます。NHK 総合で試合後半中です。あ、そんな感じなんだ。どっ消しちゃったな。じゃあ、すみません。一旦 CM 行かせてください、えー。今ですね、視聴者の方たちが。 160名近く、まあ、170名ですね、近く見てくださってます。ありがとうございます。はい、この後、ちょこっとだけ雑談をさせていただきまして、終わりたいと思いますので、お付き合いいただける方はお付き合いいただければと思います。では、うん、一旦 CM 行かせてください。お願いします。 はい。すいません。お待たせいたしました。えっ、ー、と、今140名ぐらいの方ですね。ありがとうございます。マックス499いったんですね。500名近くの方が見てきてくださいました。ありがとうございます。で、えっ、ー、とですね、少し、まあ、雑談なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、試合がね、なかったので、しばらく間が空いてしまったんですけども、その間、まあ、私、玄空隊が何してたかと言いますと、 まあ、あのー、ちょうどね、えー、ちびちゃんが、えー、と下の子なんですけどもちょっと動画出させていただきまして、えー、任天堂スイッチの、えー、マリオレッドの発売があってそれの撮影をして動画を作ってあげましたであとですね、えー、もし興味ある方は見ていただければ嬉しいんですけどあとはですね僕の、あのー、憧れてたですね YouTuber さんが遊びに来ててくれましてえツイートの X の方でもですね、えー、ポストしたんですけども、はい、あの、一緒に、まあ、泊りに来てくれたので、一緒に、ね、配信して、おしゃべりして、撮影して、という形で、えー、過ごさせていただきました。えっ、ー、と、その方の一応紹介をさせていただければとも、まあ、ほんと、ごめんなさい、サッカーと本当ね、関係ない話になってしまって、申し訳ないんですけれども、 まあ、お世話になってる方なんでねえー、っともしかしたら知ってる方は知ってるかもしれませんがあ、また出ないなあ出たこれでいいだなはいえー、こちらの方ですねギュイン徳川さん と言いまして、えーと、カメラ系とかじゃあガジェット系の YouTuber さんなんですけど、えー、こんな方がですね、遊びに来てくれました。で、えー、っとですね、配信、夜の配信もですね、やってまして、えー、そこでも僕が出させていただきました。こちらですね、取、えー、るのに足らないことという枠で、こちらの、えー、山形出張版お坊さんのありがたいお話。 ありがたいかどうかわかりませんけど、こちらの方に出させていただいてですね、え楽しい夜を過ごさせていただきました。本当に楽しかったです。でもしよろしければですね、え牛乳さんのチャンネル見ていただいて、ポチッとしていただけると、え僕も嬉しいですし、はい、牛児さんも喜んでくれるかなと思いますえ。ちょっと下ネタ入ってますけどね、下ネタ苦手な方は申し訳ないですけど、下ネタもちょいちょい入れさせてもらってます。まあ、僕なんでね、 それがないと僕じゃないんで、えー、他人のチャンネルでもぶっ込んでいきます。<laughs> はい。で、えっ、ー、と、一応ですね、僕の方も撮影、その牛印さんと、まあ、出かけた時にですね、それこそ祈祷も一緒に行ったんですけど、じゃ出かけた時に撮影はしてるんですが、その牛印さんの、あのー、案件。 案件動画がありまして、その関係で、ちょっとまだあの作ってません。あの、議員さんがその動画を出したタイミングで僕も出そうと考えているので、ちょっと遅くなるかもしれません。週明けぐらいになるかもしれないんですけども、必ず出させていただければと思いますので、その Vlog って形でですね、ちょっとサッカーの話とは関係なくなってしまって、本当申し訳ないんですけども、まあ僕もいろんなことやってるよってことで、はい、あの、出させていただければと思いますので、その辺、 ご理解いいただければと思いますサッカーだけだとね正直ねあの間がもたないんじゃないですけどちょっと間が空いてしまうんで、はい、是非ともよろしくお願いしますえっ、ー、と星野さんいやどこに当たっても同じくらい厳しいかも相手は残留がかかってるチームもそうそうなんですよ清水ってマジ残ってる試合が残留争いなんですよね 大宮もそうだしあこっちかどうキャプチャーもう一回見てみましょうか残ってるのがだってあこっち見りゃいいかな、えー、日程表番71ね熊本大宮水戸でしょこの3連戦 熊本、大宮、水戸のさ、順位が、18位。水戸は、まあ上か14位。大宮と。大宮もだって、山口の結果次第では、ね、残留争いに食い込む食い込まないってなってくるでしょちょっと厳しいけどね、36点だと。 えーっと、残りが三4試合でしょう。4試合、12ポイント追加したとして48。ね、山口が、どこまで点を重ね、まあ、やっぱあと2試合は、あれなんだわかんないんだな。うん。ですよ。ですよ、ですよって。なので、 マジでちょっとね大宮の,その対戦するタイミング的にねだって41節でしょここで大宮は残留できるかできないかが決まってくるだろうし本当に清水は、ね、昇格決めるか決めないかでしょで最終節でも運が良ければあの、ね、優勝できるかできないかみたいな感じになると思うんで。 はいえー、とでは次塚さんジュビロってヴェルディにいつも勝っている印象しかなかったですが2000年以降リーグ戦の戦績が17勝1敗5分のようですジュビロかか待ちかヴェルディさんせめあのできたら引き分けでお願いしますそうするとうちが助かります えー、さん、えー、昨日発売のスーパーマリオンダー。あ、面白いっすかうちは買ってないっすね。マリオさん楽しみにしてます。よろしくお願いします。あ、えっ、ー、とー、星野さん、えー、明日は、どうっすかね明日ね、2時からね、放じなんだわ。<laughs> 明日2時から放じなんだわ。 ごめんなさい。できないです。丸かぶりします。できても、後半とか、多分厳しいっすね。明日でしょう。明日の、日だもんね。うん。やりたいっすけどね。アフターとかでもよければあれですけど、えー、すいません。その YouTuber の UR、L、概要欄に貼ってもらってもいい、もらいます。あ、いいっすよ。貼ります、貼ります。えー、なんなら、 な,んなあそうだちょっと待ってくださいねこれなんならあのー、チャット欄に貼っちゃうキュンさん関西の人なんですよね関西の人でめっちゃ面白いなと思って YouTube 師匠師匠がね紹介してくれたんですよ師匠が YouTube やるんだったら、ギュイン徳川って面白いやつがいるから、えー、そいつの参考にしてみたらっていうふうに言われまして、はい、こちら2つですね。最初に貼ったのがガジェットメインで、えー、2つ目に貼ったのが土曜の、今日の夜ですよ。だから配信してくれるはずなんで、毎週遊びに行ってます。あの寝、ね、過ごしてなければね。 えとエスパルスは大宮ともう対戦はないんですかあれ大宮とあるよ。えっ、ー、と41節にありますよ。はい。今日いわき7一で勝って残りが、えー、ホームで熊本と、えー、大宮40節と41節ですね。で、えー、と42節が、えー、と水戸と。 スタジアムですすねねでであります、ねでえー、と40節のまた熊本戦がギリギリ間に合うか間に合わないか多分同じ感じであればギリ間に合うと思います今日もなんとかギリギリ間に合ったんでただ熊本のメンバーがごろっと変わっちゃってると対応できないかもしれないですねはいでエスパって大宮にリーグ戦で愛下で負けたことは一度もなかったはずおっ 素晴らしい情報じゃないですか。じゃあ、勝ちますね。勝ち確っすね。まあ、あんまり言いすぎるとあれですけど。まだ昇格はつかんでない。この先も1試合1試合確実に勝ちに行けと。マジそうっすね。今日、今日、明日か。明日の、えっ、ー、と、試合ですね。岩田と徳島の試合も気になりますし。ね。ベルディも。 勝ち点最初ですもん、ね、確かね、ヴェルディと岩田は。なんで、ここも、あのー、負けたりとか引き分けだったりすると、そこでこうね、あのー、プレー、まあ、プレーオフ圏内は間違いないとは思うんですけど、ね、6位の59と65なんで、まあ、でも、それでも6点差ですからね、下手すると落ちちゃう可能性もありますけど。 まあ手堅くくるんじゃないですかこの2チームはえっと11月4日ですが大宮と対戦ここで大宮がどうなってるかそう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 本当そこですで金沢山形に負けた時点で降格が決まります金沢金沢は明日やんなるほどちょっとこれも気になりますね いやーまあでもしょうがないよね仕事入っちゃったんだもんね。えー、で星野さんそうくまモンチームはかなり手こずった感じがあったような水戸は開幕でパッとしなかったしどこ取っても気が抜けないいくらアイスターもそうでもまあねそうなのよね、まあ、ただサポーターのね力っていうのは大きいってみんな言ってくれてるんでね。 ああののサポあのじえー、っとスタジアム、アイスター行ける方は、ぜひ選手たちを鼓舞してあげてくださいで、勝たせましょう。ね、うちの清水の試合はなんとかやれると思いますので、えか、ー、さん、金沢新スタジアムを J3 で迎えてしまいそう、ずいぶん前からマンネリ、マンネリ、マンネリ化してた柳下さんを引っ張りすぎた。ね そそうそう金沢ね、新スタジアムね、かわいそうだけど、そうなっちゃったらね、まあ、でも、でも、うちも早く新スタジアム作った方がいいのかな、どうなんだろうね、作れるのかね、なんで J2 デビューの岩城をいじめ <laughs>、えー、うちは全勝しないとラウンド2進めないから頑張ります、金沢さん、ごめん、忖度しない、鉄パイプさん、モンテのサポーターですもんね。 お久しぶりでございます。はい。<laughs> まあ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 、もちろん。僕、個人的には、モンテにも上がってほしいんですよ、J1 に。そうすると、ね、あのー、現地行きやすくなるって <laughs> やっぱ、スタジアムで、ね、観戦したいじゃないですか。なんで、なんとか、このままだと山、新潟だけになっちゃうし、近場が。はい、そんな感じですね。 はいでは、えっ、ー、と、エンディング行きましょうかねこれかなこれだってかな <music> はい、えー今調べました、金女は今でもね重量器に焦げしまうんですね、そうですねはいそうなんですよというわけでですね、すみません えー、もう一度引き直したいと思います。えー、本日お送りいたしましたこちらですね。明治ジャスト生命 J2 リーグの第39節いわき FC 対清水エスパルスの試合はですね、えー、ご覧いただいていた通り、えー、1対7で清水エスパルスが勝利いたしました。ありがとうございました。いや、まじ楽しい試合でしたね。えー、中山が、えっ、ー、と、前回の対戦の と同じ、ねあのー、初トリックができるかどうかというところでしたけど、まあ、惜しくも初ト,トリックはできなかったんですが、まあ、チームは7対1で勝利ということで,です、ねえー、無事に勝てましたあの序盤はちょっとハラハラしましたけどねなんとか、あのー、1点取られた後に崩れずにさらに追加点追加点で突き放してことができてよかったんじゃないかと思いますであの北川小屋もです、ね、ちょっとおおって思えるプレーはもうありましたし 北爪部長のねえー、オーバーラップももう気持ちいいですもんねえー、と来年はサンレッチも新スタジアムであそうなんだいいなサンレッチ金持ってんな松田マネーかな全国各地でいろいろな新スタジアム見れるのはね行いける人はいいよね匠さん途中からでしたありがとうございますいいエスありがとうございます まあ、本当のおめでとうございますとは J1 に昇格が決まってからいただけたらなと思います。はい。とりあえずうちは明日頑張っがまず、マジ頑張って、マジ頑張って本当に。皆さんに申し訳ないけど、うちも勝たなきゃダメなので、本当そうっすよね。あの、6位以内に入れなくなっちゃうんで。えー、お疲れ様でした、2週間ぶりだし大賞だし楽しい配信でした。ね、楽しかったっす、本当に。きっといった回があったかもね、マジで。はい、えっ、ー、と、 んさ徳島、静岡のチームに滅亡中感じがします。ひょうくん、わたりくん、わし。気になりますね。えっとえー、と、あいつ、あいつはなんだっけやべえ、名前ど忘れちゃったあの人。えっ、ー、と、徳島の、やばい、出てこない。名前出てこない。やべえ、そしてエンディングが終わってしまう。徳島ボルティスの、 うーん、うーんあそう柿谷そう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 おミックスさんが言ってくれた柿谷もういるしもう一回流そうかなはいええー、エンディング2回目 <laughs> 2> <laughs> <laughs> で,でえっ、ー、とお疲れ様でしたありがとうあ,ありがとう マリさんありがとうございました、ね。ありがとうございましたまだ残っていらっしゃる方でね、まあ多分いないと思いますけど、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ポチッとしていただけると嬉しいです。で、えー、っと星野さんがさっき言ってくれた牛ンさんのチャンネル、リンク貼っときますね、概要欄にも。えー、っと、おみくさん、お疲れたまでした。 えツダムさん、ケ r e e n さん、今日もお疲れ様です。お疲れ様です。はい、でさっきのおみくさん、柿谷、そうですね、柿谷、ね、エタスバイクさんと。病院に浸ってますね、浸ってますよ、今日は。なんで、今日、入院さんの配信あるはずなんでえ、そこでもちょっと報告してね、はい、え500人近く来てくれたよということを、勝利の美酒に酔いたいと思います。で、明日も試合があるので、そこまでは深酒はしないように、はい、したいと思います。 でおかげさまで前回も言った通り一応ユニフォームね飾ってありますので2020年と21年のやつ22年のやつはねちょっとね売ってるところあるんですけど本物か偽物かちょっと分かんないので手出せないんですよね怖くてどかさんサポーターは診察のうちどう思ってるんでしょうかアイスターへの愛着もかなりあるでしょうし そう僕はねかなり愛着あるんですよなんで交通利便性がねちょっとねシャトルバスとかあのー、まあ、山登んなきゃいけないっていうのもあるんでちょっと残念なんですただ老朽化がもうどうしても進んじゃってますからねそういう面ではやっぱ新しい新スタジアムを駅地下に作ってそのなんだろう人の輸送をスムーズにした方がっていうのとあと街の発展とかねいろいろあると思う それはそれでまあありなんじゃないかなとただあのガ何だっけ石油エネオスの跡地でしょだからなんか土壌がちょっと汚染されちゃってるようなことを聞いてるんでその辺がクリアできればいいんじゃないかなとは思いますけどブリッ的にはめっちゃいいと思うんですけどね海側の港の方の出入り口で行けるからズバリ J1 奨学の可能性は 100%120% でしょ はい。えー、くれたかね。いけると思いますよ。ということで、えー、エンディングが終わっちゃいましたね。ただ、もう一回、もう一回回すか、しょうがない。<laughs> もう一回回すか、なんか話すことも、あんまりもうなくなってきちゃったんですけど、もう一回回しますね。東、静岡駅の周り土地空いてるのにな。東、あ、そっか、東静岡駅、確かに空いてんだよね、あそこ。 僕、専門学校が、あのさ、静岡産業技術専門学校なんですよ。湯の木なんですよね、最寄りが。なんで、JR 使うと、東静岡駅からすぐだったんですよね。あの辺、確かに空いてるんだよね。でも、あそこに置くと清水じゃないので、そうなのよね。静岡になっちゃう多分そこはサポーターが許さないと <laughs>、うん。で、市長、市長とか県知事がどこまで考えてるかとか、いろいろあるからね。 東静岡駅の周りは新スタジアム設計にうってつけでしょうけどそしたら清水エスパルスじゃなくなるぞ静岡エスパルスになっちゃうみんなそこが嫌なんだよね絶対僕も嫌だもん地元にいたらえ清水じゃなくなるじゃんだからあれでしょ清水静岡ってあれどこだっけあここには静岡って書いてあるんだね であのー、エンブレンエンブルムだ、そう、エンブレルムに静岡清水って書いてあった、ねうん。そうなんですよ。そういう問題がね、一応あるんですよね。はい、あ、おっと。猪木と聞くと、猪木の湯を思い出します。いい温泉でした。ああ、そうなんですね。あったっけ、温泉、あの辺。 全然覚えてないです。で学校側だったから密集してるってイメージしかなくて、あのー、大原武器とえっ、ー、と東海短大とうちと静岡三木技術との学校産技船産技船って言ってましたね三つあと神社と、えー、喧騒後運動場を思いっきり改装でも静岡か草薙でしょ草薙え、うん あー日本平よりは良くなるのか場所的にでもあそこもやっぱ結局登るよねあ,れもあ違う喧騒運動場はそんなでもないわ街の中だだから静鉄静鉄電車電車が混むな駅まで草薙駅まで歩くって言ってもちょっとあるもんね そうそう静寿の駅から平坦ですね。静寿が儲かるジャストラインさんがねあの、お金どん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 いっぱい入れてくれるんじゃないですか。とかうかなんかさあの、これエンディングじゃなくてもう雑談だね。一旦あのエンディングやめるわ。ちょっと雑談、もうちょっとなんか地元ネタで話がつながっちゃってるから。はいは切りけ。なんかあ、そうだね。もうちょっとじゃあ、話しましょうか。 でもね僕ねね僕お昼ご飯食べてないのよ、ね、実はこれ流して大丈夫かなめっちゃうるさくなるかもしれないな <music> あこの曲流したあとオープニングになっちゃうよ はい、いやマリュウさん、静鉄懐かしいです。<laughs> 懐かしいっすよね、僕も静岡帰ったときに一旦あの3000系の赤に乗りました。やっぱり清水駅付近がいいですよね、静鉄、JR からたくさんの人が乗り込みますそうなんで総合、総合商業施設でしたっけを作るっていう話に出てたんで、それはそれでありだとは思うんですけどね。 えと昔の清水のショップもあの辺にありましたよね。まだあるかなああ、昔のねあのし、テレビ静岡の旧社屋でしたっけあそこまだテレビ静岡の社屋あんのかなあそこの道路脇、えっ、ー、と、南幹線、あれ南幹線でしたっけ国道でしたっけ沿いにショップありましたよね。実は3基の近くで働いてる。そうなんですね。 あの3輪の近くっていうかあの湯の木の駅の近くの喫茶店とかよく行ってましたよ友達とあとセブンイレブンとで,あでタバコ買ってね吸ってましたねで禁煙しようと思って一回禁煙をあの挫折したんですけどその時にフリスクめちゃくちゃ大量に食って1日で 2, つ2ケース分た食っちゃったからこれ1日1箱吸うより。 クリスコの方が金かかるじゃんってなって、それで辞めました。学生にはちょっとお金がね、厳しいのでね。はい、なんかすげえもう本当くだらない話。<laughs> あのレインボーテンとかね、あの辺の、昔の天神屋の建物でやってた、えー、プラモデル屋さん、レインボーテンとかよく行ってましたよ、僕。専門学校の帰りとかに。 えとエスパラスの実店舗は清水の一店舗内でしまいましたね。ああ、ひよそう、日吉町にもあった、あった。だから、草薙のとこと日吉町と、あと、今の、あそこ。えーと、港、うん、なんだっけ。フェルメールじゃなくて、あそこの交差点のところ、ちょっと入ったとこね。 あと4つぐらいなかったっけ結構あったはずなんですよね。でもなくなっちゃったからね。藤枝とかもありましたもんね、確か。だけど清水の1店舗に集約して。どうなんですかね、まあ、今、ファナティックになって、グッズの売れ行き、もう何でもありですよね、今ね。なんか、それこそファーストと、えっ、ー、と、リミテッドの背番号のところが写真、顔写真になってる。 12番のユニフォームを受付中ってなってましたけどさすがにそれはどうかなと思って買わない多分買わないあとねあのー、ミニ四ンクも出たじゃないですかミニ四ンク買いそびれちゃってまあいっかなーと思って他にお金回そうと思って諦めましただってオンラインでもうなくなっちゃったしあのケイズ電気に残ってんのかな向こうの ですねはいというわけでもう一回じゃあ今度はエンディングの方に切り替えましょうかねぼちぼちいいかなと3時になっちゃうあっ4時になっちゃうんでねはい えーと清水市は静岡市と合併してから清水区になるので清水エスパルスの名は J の規定に引っかかるんですよね。ジェフ市原もジェフ市原になった。ああ、そうなんだ。じゃあ本当に、あれか、静岡エスパルスなんちゃうのか、嫌だな。規制するために富士、ああ、そうか、富士店にもあったんだ。ショップを買ったのに閉店知らずに行った時は処刑した。あーうん、あの閉店になる時結構ね、話題になりましたよ。でも、清市長のやつとか。 リベロさんが回ってたような気がする動画で新シティアムって、えー、清水駅内のスター跡地にも候補に上がってますがうん上がってますねあそこはだから土壌が悪いらしくてどうするんだろうってなって思ってますけどまあ今の技術だったらなんとかなるんじゃないですか知らんけど <laughs> 知らんけど本当に浦和列も裏和区にあるし埼玉レッドになるかもですねねえやだよね そこはさ、なんだろう。規定変えればいいんだよ。それだけじゃんだって。別に損欲くね。ぶっちゃけさ、あの、ののさんが変えてくれりゃいいんだよ、うん。ののさんの力で何ともならなかったらしょうがないですけど。はい。というわけで、この辺でいいですかね大丈夫ですかねはい。 で先ほども申し上げましたけども、あのーまあのま僕がその配信なかった、いいにしてよね、苦じゃな、じゃあどうたらとかね、ほんとほんと、あのー、僕がその配信なかった時に撮った Vlog ですね、キュウさんと一緒に、えぇ、ーえー、帰還に行った時の動画とか、あさて行った時の動画はあのー、後ほど、後ほどというか、まあ、後日必ずしますので、お楽しみにお待ちください。 あーねえ、斎藤マネージだったら問題起こしそうでね。本当そう。あまあ別に悪く、全部が全部じゃないですよ。じゃないですけど、やっぱ一部そういうサポーターがやっぱね、清水も多分いると思うし、なるべく揉め事は起こしてほしくないですね。葵エスパルス、清水やな。あの、葵さん、富藤葵さんでしたっけね VTuber さんにもいらっしゃいますね。そうなったらどうなるんだろうな。斎藤マネージャーはこう言いうすね。はい。というわけで、 えっと、今回お送りしました。こちらの試合ですね。1対7で勝ちました。で、えー、次節ですね。えっ、ー、と、こちら、用意したかな。はい、えー、10月の28日、えー、一時キックオフ。第40節の清水エスパルス、ロアソ熊本モモ戦。こちらもですね、えー、時給発信いたしますので、ぜひ、時間ある方は見に来てください。もちろん、チャンネル登録もだ方はチャンネル登録をお願いいたします。はい、では、 えっと、インニックも終わりましたので、この辺で締めたいと思います。えー、戦勝ちましょう塚さん勝ちましょうやっぱ清水で優勝を見たいです。見たいっす。本当見たいっす。J1 の優勝見たいっす。できたらお疲れ様でした。ありがとうございました。マリオさん。えー、決断さん、皆様、良い週末を、良い週末を。おみくさん、お疲れ様でした。というわけで、えー、今回の配信提供ですね。毎回同じですが、ロードさんの提供でお送りいたしました。それでは、皆さん。 えー、良い週末をお過ごしください。清水勝利で迎えれそうです。気持ちいい。ね、楽しい週末を迎えましょう。お疲れ様でした。